気づくとか、こういう世界が開かれるとか、言うから分かるんですよ。あ、なるほど、うん。でもそれは近代の枠組みだよって。枠組みで理解するとこうなるとか。あ、だけど吉本さんというのは、ここのこういう私を、異なる次元にね、どうも引っ張ってくれてるみたいだ。うん、っていうふうにして、口述が出てくれば、あ、まだ、あ、そうかと。あ、で、吉本さんがこうだっていうと、うん、それちょっと勘弁してよ。ちょっと考えます。っていう感じが僕は思ったんです、はい。だから、こういう座目だって近代論者の図ですもん。こういうふうになるの。あ、でも、追演奏のこの、共同申請は。もうこうなることで、やっぱり近代なんですよ。それ、こっちは違いませんか。同じですよ。え、だから違うというふうに思い込まれてるだけで、同じですよ、これ。そっちも近代。うん、近代。そうですか。だから本当にその域を超えてる吉本流明の地平があるんだっていうふうにすると、ああ、なるほど、あ、そこのところを手がかりにして、行きゃ吉本さん読めばいいんだなっていうふうに素直になると思う。ああ、そうですか。もともと医療やってられるから、それはやっぱり近代的な感覚なり認識なりセンスなりのベースにパッとあるから、それを吉本を通して問い直そうっていうところまではあるわけでしょ。うん、それから吉本さんの言ってることをこちらの外在的な症例だと、症例っていうのかよね、いろんな例を出しちゃってる時に、そこへみんな吉本さんを還元しちゃってるわけだから、うん、逆なんですよ。これはこっちへ行かなきゃいけないんです。あ、そこは、ね、だからそうすると分かったつもりになるのは近代主義者だけであって、うんうん、吉本をやってる人間には別に、何どこ行っちゃったのみたいな。ああ、なるほど、なるほど、うん。逆に持ってこなきゃいけない。そう。だから、うん、でそれで吉本を近代主義者だってやつにとどめを刺すって言ってるけど、全然自分のとどめ刺してない。そうですか。うん、だからとどめを刺すには、そこを通過しないと刺せないぞっていう。で、ほとんどの人間はその思考形態にいるわけですから。この世界にはいけないわけだから。で、いいところはあのやっぱり三木茂夫との関係性の設定とかね、それからやっぱり3つのこれを、あれは僕そのままだと、その通りだと思うんですけど、ね、それをもう少しやられればいいんじゃないですかっていう、それは僕としては勘弁してすいません、ありがとうございました。でも1時間ぐらいで読みちゃんだから、すごいって言います。すごい。頭がすごいって言ったんちゃう。言っちゃう。吉本さんも1時間で読めるものにするって。すげえなって。ありがとうございました。なんか難しいね。よくわからないけど、大沢雅治なんかがポスト近代だって、吉本さんはポスト近代だっていうふうに。なんだね。あらはははは。もう、俺も本当に学生たちのもう、なんでしょうね、これね。もう最近それは巷には横行してるんだよって感じるよね。この代表してたら吉本さんの会のバカだバカだバカだって言ってまた喧嘩したんですよ。喧嘩はしない。あの勝負者の社長と会いましたよ。あの恐ろしい山本さんだからいい加減なことを要するにあの許さないみたいなね、それはなんか伝わってみたいで、それいいことじゃないですかって、優しい、いいことじゃないですか、それ伝わってみたい、正しいことだ、よかった。でもそうに言ってたから、あの、ね、ここへ来るとか言ってたから、来ないからどうしたんかなと思ったら、よかった、先生に直接、ちょうどその場であって、あ、ここに来ないんですか。うん、そういう話もしてたんだけど、来ないからと裏切っちゃったんかしら。怖がってます。怖がってます。でもよかった、あの、直接会えて、よくもらって。この間、あの、もう一回、あの、55、あれ、いつ頃、どうなるか。今、僕ちょっと本がもうすぐ書き上がるんで、書き上がったら、そこで手をつけて、だから、9月か10月頃には出ると思うんですけどね。あ、そうですね。それだけすればいいんで。
先生、あの時に歴史論って、心的現象論は歴史論だって言っていただくことをちょっと説明していただきます。これはあの、了解論に入るとすぐ分かりますよ。あ、そうですね。関係論とこっちやってると分かんないけど、つまり時間の問題なんで。なんかそんなところでしょうね。まだ始めますか。まだ早いですか、ね。上手です。でも本当に吉本さんを本当に真摯に読んでるっていうのは本当に少ないってことですよね。ちょっとあの愛会でも俺。何なのかお前さんたちって感じだもんね。なんか本を読んでるというか、あの褒められたとか、あの同じ対象を論じたとか、同じ雑誌に載ったとかいう感じの人が多かったんだよ。回復心になってるもんね。読んではいないんじゃないかと思います。だから偉大、すごい人だ、偉大な人だってことでみんな感じてるんだけど。あのなんだ、あの宗近慎一郎 のパリパリ、なんだあの、添田薫って人がこう言ってて、先生が反論したとか言ってましたね。ああ、だから辺境だって言ったから、幕後継って言ってたから、死後術後なんてある国は世界で8カ国ない、そっちが辺境であって、日本のそう吉本さんが直面した世界の方がはるかに世界の不便だよっていう、何ひっくり返ってんの、お前らは相変わらずっていう、あそこだけは一番譲れないところですよね。だから術後的世界、つまり日本というものが術後的世界の本質を非常に鋭く表現しきれてるんですよ。でそれを吉本さんっていうのは真正面から向かって、でそこで思想と論理を詰めたわけだから、普遍力は吉本さんの方が風光だとか羅漢なんかよりもはるかにあるんですよ。でそれが日本 あの学者たちは全然分かってない。でそんなのが欧米の勉強すればすぐ分かることや。ほんで、羅漢がすごい、あのまあ、羅漢がすごい、フークがすごいっていうのは、これはいいですけど、デンタがすごい、ドゥルスがすごいなんて言ってるけど、冗談にいい加減せよって、吉野さんの方がはるかだよっていう、そういうことが分かってないっていう感じになります。何でもない自己表出論、支持表出論のようですけども、そこで開いた視点というのは強烈なんですよ。それから共同幻想論。元さん特集やってるんですか。いや特集は今流さわけな特集やってません。何編かは技巧が何編かです。シャルクで書くのが好きなのね。回顧論ですか。あ、ディスクールの世界に来てる。ちょっと最初にまた羅漢的なところ少しずつやって聞こうと思って、ね、でこの間いわゆる言説ディスクールというのが一枚岩ではなくて、少なくとも4層のその表現的なこう何て言いますか、構成のスタイルがあるんだということを言ったと思うんですね。それでいわゆる吉本さんを別な言い方すると、大学人のディスクールで読んでる限り、これは浦和さんも言ってますけども、そうではなくて、なんていうかな、やっぱり創造的に吉本流明を読むディスクールというものを組み立てなければいけないというですね。でそうすると、じゃあそのディスクールがですね、どうした要素と関係からなってるかっていうのが、実はこの羅漢のエルシェーマ L とシェーマ R とスキーマ R と、それからスキーマ I というそこに出したものなんですけども、羅漢の図式は大きく3つの流れでありまして、このスキーマ L
のですね系統、それからこのボロメアンの輪っていうあのトポロジー、あの位の壺、メライン、あの位の壺ですね、あのトーラスとか含めたそのトポロジー的な形で、展開するあの構成と、それからもう一つは男と女の関係をあの示した性別化のっていうですね、大きくこの3つの、 あのマテームっていうんですけども、いわゆるあの数学でもない、あの普遍数学でもない、物理学でもない、あるこう物質的な状態をあの対象化していく時のこうなんか一つの図式的な、あの論理的なですね、あの非常にちょっとまさに羅漢的なものなんですけども、そういう世界があの作られています。で、僕は別に精神分析理論をあの勉強するわけじゃないんで、自分の言説なり、あるいは人の言説を解き明かしていくときにあのこれを使うということであの作業してるんですけども、このスキューム L というのはですね、このいわゆる Z 字型みたいな形になってるんですが、あのディスクールの要素と関係のですね論理を普遍的にあの示しています。で、これはそこにその図でありますように S という、まあ、いわゆる主体と、それが働きかける小文字の他者オートルですね、小文字の他者、あるいはこれ対象というふうに言ってもいいです。で、それとモア、自己、自我ですね、それが A ですね。で、そして大文字の他者というですね、この4つの要素から成り立つということです。で、そしてこの、 あの大事なところはここであの主体とですね、あの自我というものがちゃんと識別されたっていうのが一番大きなポイントなんですけども、あのいわゆる心理学、あの西洋的な形で の、 あの近代心理学の主体と自我はあの一致するんだ、同一化していくんだっていう、まあ、そういうような捉え方に対して、主体というのは全然別なところにあの付知されると。で、それから主体が他者へ、呼びかけていくというですね、そしてそこに語ることを成していくわけですけど、その時この リラシオン・イマジネイルという創造的な関係性がそこを遮断してくると。で、そうするとこれはあのどういうことかというと、 S、 つまりそれが語るんですね。で、自分が語るんじゃなくて、それが語る、それが主体です。で、その S が語ることで、その他者あるいは対象に向けて右からこうずっと自我の方行く。で、その時この自我のここに対象の像がここに組み込まれていっちゃう。で、ですから自分の自我というの世界は他者を通じたある対象の像がですね、そこの中にも入り込んでるというのが、この右側から A を通って A' を通って A というですね、この回路になります。で、それから今度逆にそれは同時に他者の側からも語りかけてるっていうのが、下の大文字の A から A を通って A' に行くってですね、その回路になって、これは大文字の他者が自我に語りかけて、その自我の対象、残存している対象を通じて対象を作り出しているから、対象はもう対象ではないものになっているということですね。で、こういう関係性があって、で、そしてそこのところをですね、その無意識の世界をこの創造的な関係性が遮断して、で、それが実は主体の方に点々点で語りかけている、こういう構造になります。で、これをあの要するにいろいろといじくり回していきますと、あのその次のスキーム R、 それからスキーム I というですね、これちょっとわけわかんなくなってくる感じなんですけども、これはそこに象徴界と創造界と現実界っていう3つの界があの構成されて、どういう関係になるかっていうことを述べていくもので、あります。で、今日はあのここのちょっと最初のところだけあの言ってきますけど、あのあれなんですけど、そこで僕はあの経済言説っていう形で、掴んでまして、
でそれがあの3枚目の経済言説っていうところなんですけども、ここでですね、実は既存の企業的な形での経済活動で、これは要するに左翼が言うところの資本主義というふうに言われている世界ですけども、でそうではなくて僕からすると単なる商品生産世界なんですけども、そういった商品生産世界をやってる経済に対して本来の経済の在り方は資本の経済だっていうですね、で資本主義批判をしている限り僕は経済はつかみきれない、で資本というものを肯定的にポジティブにつかんでいかないと商品産業社会のネガティブ批判性は獲得できないというふうに考えていますの で、 でそれをここでちょっと図で、示しました。でそうするとですね、既存の企業というのはですね、これはいろんな解釈の仕方でできるんですけども、経済の言説、つまり言説の要素として読み込んでいくと、企業を持っている象徴資本ですね、で例えばソニーならソニー、あるいはホンダならホンダっていう、でそこで CI というものが作り出されて、そこから語りかけていくんですね。でそれは顧客に語りかけます。でその顧客に語りかけるときに、ここのところはちょっといろんな修正を しなきゃいけないんですけども、これはちょっと生産側の立場で言ってるんですが、ここはですね、市場でもあるんですけども、これは要素は右あっち行ったりこっち行ったりするんで、それはこの間のディスクールと同じで、これがあっち行ったりこっち行ったりするっていうことをいろいろ考えて、それぞれの立場で考えればいいんですけど、これちょっと企業の生産側の立場から言うと、そこに創造資本として顧客はこういうものだというふうに想像してですね、でそれを実は企業の中の人材が文化資本の力を持って開発していくと、でそこに資金が提供されてくるっていうですね、こういう構図になっています。でそうするとこの構図、ここの生産の側からのこの構図の中にどうなるかというと、そこで経済資本がその会社が要するに優れた象徴的に信頼される会社だということを作り上げる上で、ここのところで失敗をしていくんです。でこれは点々点になる。でここのところをですね、もうちょっと市場の側から言うとどうなるかっていうと、ここに商品があって、で商品が市場に売り出される。でその市場を顧客がキャッチするわけですね。でそうするとここに利益が出る。でこういう構図は市場の側から言うとそういう動きになっています。でそうするとこの利益は論理的に言うと絶対的な他者になっているんですよ。で単純に言えば儲けなければ、利益を出さなければ企業は成り立たないっていうですね。でこれは僕はホスピタリティデザイン会議でやった時に非常に面白い現象だったんですけど、そのホスピタリティのことなんて考えていられないと。なぜならば明日車を売らなきゃいけないから。でその時僕が言ったことは、車が売れてないんでしょ、で車が売れてないのどうして明日車を売るってことやるんですか。でこれはもう分かんなくなるわけですね、企業人です。これもいわゆる物証化っていうんですけど、物証化っていうよりもこの大文字の存在としてですね、ここのところはもう絶対的な他者になってるんですよ。だからそうするとこの絶対的な他者は利益を生むために商品を作らないといけないってこうなっちゃう。ところが実際に商品を作ったって売りはしないんですから、なぜ売れないかというとすごい単純なことで、この市場の中にもう車は満ちてるわけで、別に欠落してるわけでもないし、みんな持ってるわけですね。で顧客はその中で自分のその暮らしない生存していく上で商品からもはみ出すような存在をここでやってるわけですから、
で、そうするとこの ロジックの中でですね、要するに、この世界は同時に死の世界なんですよ。もうデッドしてるんです。でこれをちゃんと理解していくためには、ここで勘違いしてる市場は顧客だっていうこの考えをきちんと仕分けしなきゃいけない。ですから市場は市場という形であるところに顧客が乗っかってるという形で、これが一体化されてるんですけども、この顧客は生活者の方にもう拡大してるわけです。そうするとここのところでどんな形で生活の変化だとか世界の変化だとか市場の変化だとか起きてるかっていう、ここをちゃんと掴まなきゃいけない。これが掴めてないんです今の企業は。そうするともう バカみたいに商品を作って利益を生み出すって、ここでこんな遮断されて活動をここでやってる。でそうするとここで価格低減競争で商品を下下げていくっていうですね、この競争環境をやってるだけで利益は全然乱されないって、こういう関係になっちゃう。でこれが現実的にですね、こういう世界でなってるんだっていうことを、こうラカンのこのロジックを使いながら、論理を使いながら、ディスクールの要素と関係の世界として組み立てることが可能になりますよってことです。でこれは政治のケースでもできます。それから環境の論理のケースでも作ることができます。ですからいろんな言説という形で、必ず我々は経済活動であれ政治活動であれ、言葉で語り概念で語り、そこで意味されたものの世界を作るわけですから、その意味された世界のディスクールの基本的な構造はここにある、もうこういうことになります。でこれをポジティブに資本の論理として切り替えなきゃいけない。でこれが僕のそこに書いてあるこの図式 でこれは僕の分解資本論のどこにも書いてあるんですけど、どこにポイントを置くかっていうとですね、ここの分解資本のここにポイントを置きます。ここを分解資本って言うで、こっからこうなる、このロジックを作らないで、でそれから逆に先ほど言いましたように、そうするとここはですね、象徴資本という信頼される資本、あるいはもうビジョンといや理念と言ってもいいんですけど、象徴資本という形で、要するに環境を良くする企業であるとか、人の暮らしを良くする企業であるとかですね、そういうものを立てない。でこれは消さないで、でそうするとこの文化資本からですね、要するにじゃあどういう形でここに創造的なものを作り上げていくのか、これがデザインの問題になる。でそうするとここにですね、経済資本の働きかけと経済資本のバックなんですけど、これ同時にこっちがこう戻ってくるんですけど、これもほとんど相互関係になっていっちゃうんですが、ここに経済資本というものがあって、これがですね、要するに死の世界からの脱出を可能にする、こういうロジックで、見ていきます。でこれはケースごとにちゃんと組み立てることができるんで、例えばどういうことかっていうと、化粧品だったらここで美を作るって、じゃあどういう美なのかと、でそしてその美というものを要するに象徴的な形で幻想技術も含めてそこで作り上げると、そうするとそこで商品というものを化粧品という形で作るだけではなくてですね、その美をめぐるさまざまな生活の局面を要するに自分たちの経済として組み立てていって、そこで経済資本を活用し、かつ経済資本を蓄積するというですね、この動きを作ればいいっていう、こういうことになってくるんです。でこれがちょっとスキームLをですね、
経済的な言説までちょっと拡張した形のケースです。でそこ のプリントに書いてありますけど、この中で僕は一番大きな発見をしてきたのは何かというと、この象徴資本のところに幻想技術が働くと。でこの幻想技術というものがですね、場所 の位置が経済資本の位置になりますけど、その場所の環境から場所の中にさまざまな形での文化技術が、あの習慣から慣習からですね、歴史から道具から含めて存在しているわけですね。でそれを創造的な技術として計画技術で設計していって、そして幻想技術との関係をちゃんと組み立っていった時に、実はこの資本の関係はファンクションするんだっていうことが、あの国津カメロンをやってから気づいたところになります。でそしてそれをさらに組み立て直していく時に、あるいはもっと緻密にしていく時に、このスキーム R の象徴界と現実界と、それから創造界っていうですね、この世界を駆使することで、そこをもうちょっと詰めていくことができると。でこれは今度この次にやりますけども、簡単に言うとどういうことになるかっていうと、僕の言い方ですと、象徴的共同幻想、それから創造的共同幻想、現実的共同幻想というですね、共同幻想の要するに次元をきちんと組み立て直さなきゃいけないということになります。で吉本さんはそれを非常に共同幻想は共同幻想で一つなんだというのをそれを非常に嫌うんですけども、それを要するに現実的なものに機能させていくためには、例えばそこで僕は現実的共同幻想といった時に商品の世界を設定します。それから創造的共同幻想といった時は社会を設定しています。それから象徴的共同幻想といった時は国家を設定します。でそういうような形で社会科学的なロジックをですね、僕の言い方だとラカン、フーコー、それから吉本のこの3人なんですけども、この3人の非常に本質的な論理をきちんと組み立てて、社会科学的文化科学的な理論というものの構築をしていかなければいけないというようなことですね。でそうすると、じゃあこの創造界と象徴界と現実界がどう関係するかというのは、ちょっと今回次の回にちょっと話をいたします。印象的にはこういう感じです。これはいいですと聞いて、はい、ファッションとかね、美白ありますよね、あれのこうつまりそういう今度指導がすごいんだ、まあ新しい流行を作るのもそうだけど、それと同じではありませんか。要するにその象徴資本として来年も全部美白していくんだ、うん、それは非常にバーッデザインで流すから、だから白が美しいっていう象徴資本で、はい、逆に言えばペテンを作り出して、うん、そこで創造的な世界を作ってね、うん、それでそこの技術を、文化的な技術を発揮するってことはできますよ、うん、それがそれですると化粧品とどんどん売れて利益になりますね、はい、そうするとそれは今まで、そういう何だろう、化粧品会社とかそれからファッションを作る会社がずっとやってきたことと同じですよね。やって同じだというのも本質論的にはこのスキームになってるってこと、うんうんうん、だからこのスキームでそこで要するにその象徴資本のところにちゃんと環境を組み込んで、場所を組み込んで、幻想技術を組み込んでっていう形でこれをやりなさいってことを言ってるだけで、うんうんうん、そこを要するに今言ったように白が美しいんだとか白が健康だとか痩せた曲線がいいんだっていうのは、それはこの象徴資本が商品段階どんどん落下してるだけの話ですよって話になってくる、うんうんうん、だからさっきの車の場合はこっちから行って、だからもうそんなのもう溢れてるからいらないよっていう話で売れないからダメっていうのは分かるけど、今おっしゃって言ったみたいなそういうイメージ的な、ものっていうのは逆回転を作り出して、だからそれは高度消費社会というのはその仕方をしてるっていう理解でいいわけね。言説の要素の関係としてね、うん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 、だからこれでほとんど僕は解き明かせると思いますよ、うん、分析的なこともそれから解析的なことも含めてね。そう、要するに環境の場所っていうことは、それは山本さんがそういうふうにすればもっとその顧客とかなんかのところとの関係の中で新たなものを作れるという意味でおっしゃられてたわけで、それなくてその要するに化粧品の色だけでやってても、いずれは溢れちゃうだろうということを、うん、ということは別な言い方すると、それをもうちょっと一般化すればね、
その美のスタイルというものを象徴しようの側で作ることができるんですよ、うん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 、だからその美のスタイルが白が美のスタイルだというふうにすればそういうふうに作ることが可能なわけで、そうじゃなくて美のスタイルは環境との共存であるとかね、うんうん、それはここでいろんなものを作ることができるわけで、うんうんうん、それがこの創造資本の計画技術のところに全部戦略的なものを含めて関与してくれる。で僕のこれは倫理的にここは正しくてこれは多分間違ってるけど、そういう設定の仕方は吉本さんと同じ僕しませんから、うん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 、したけらどうぞって感じで、そういう形で組み立てられていると、はい、今のつながりっていうのは結局その企業が結局あの文化資本でこちらの要するにあの自分の中で結局作り出して、そのこのこの辺のあれも全然、まあ、主張違ってないけど、要するにちゃんとした人のイメージも作ってなくって勝手に自分の中だけでこういう経路で生み出してて売れなくなっちゃってる、というよりもあのこことここはくっついちゃってますよね。くっついちゃって、うんうん、ここの世界での世界をちゃんと作れてないですよね。だからここは今デザインだとか映像だとかっていうふうになってますけども、うん、ここのところはもっとこの創造的な関係性のところはかなりしっかりと作り上げないと、それからそのためにはここの文化資本をちゃんと蓄積しないと、これを蓄積してここが理解できないとこういう動き出てこない、理解できなくても文化資本を形成しない限り、形成しない限り出てこないと、企業になってる、それはここが理解しない限りこういう動き出てこないと、これまでやり方してればこれが全然理解できてないから、こんな変な動きになっちゃってた、だから今まではさ市場調査でやってたでしょ市場調査で、それじゃダメだっていう、ダメだよね、逆じゃないと、うん、市場が作るものであってない、うん、でそんなそのだからもう本当にね経済の原則を喪失してるんですよ、僕からすると。だから経済してないんですよ、うん、だから経済の基本というのもすごく単純で、資本をちゃんと動かして暮らしを良くすることなんですよ、単純に、ね、でその暮らしを良くすることの中で環境が破壊されたらそれは暮らしは良くならない、こんな単純な話で、そのためにはちゃんと文化の資本をちゃんと作り上げなきゃいけない、それが見えてないってことですね。それを要するに別の言い方すると、そういうことを産業社会の初期においてはやってたんですよ。だからここまでの世界を作った、だから日本人だら日本人で洋服だら洋服を要するにあの着物を捨てて洋服を着るぐらいのところまで作り上げることができたのは、そういう戦略とその資本関係の動きをちゃんと作ったからです。ところがそれは本当にそれで真っ当な状態になってるんですかということをちゃんと見なきゃいけないのに、資本主義が搾取してるだとか賃金上げるなんてバカなことやってるから、いつまでたっても何も開くことができない、僕からすると。結局最初の頃とどんどん離れていってるって言ってたよね。だから本来の経済の姿はどう見たって健全じゃないです、うんうん、だけど市場が求めるものは何かということを、だからさっきの市場調査もそうなんだけど、うん、それはある意味、暮らしを何を欠けてるか何を欲してるかっていうのを探すことにはならないわけ、ならない。だからそれで、つまり今でこそ溢れたからそれでやってもしょうがない、何も出てこないんだけれど、だから要するにそこでもう幻想技術だ、この幻想技術が自分たちの暮らしは学校へ行くことだ、病院に行くことだ、うん、あの要するに快適な商品を買うことだってなっちゃってるわけだ、はいはいはい、そんなとこいくらでマーケティング調査しちゃって、そんな答えしか返ってこないです。同じ答えしか書いてない。これまでの方法できるわけできないと思うんですよね。バックから出ていく発想ができないと。で本来のマーケティングはそんなものじゃない、うん、きちんとそこに隠れた要するに、うん、人々の欲求とか欲望っていうのは隠れてるわけでね、うん、まして快楽享楽なんていうのはほとんど見えてこないわけで、そこをちゃんと掴まなきゃいけない。普通の市場調査っていうのは全く自分の中だけで作った架空の市場調査でいけないっていう、要するにあのだから生活者のある一部を抽象的に取り出した自分の勝手に作った秘密の世界でしかない。だから現実にあるところの欲望しか掴めないわけでしょ、市場。いや現実にある欲望さえ掴めてない、うん、要するに見てないってことね。自分の枠取りで作った
チェックして、だいさなんかさ、そんな何が欲しいか考えたって意味がない、なんか作ってみてよければ当たるんだってやるってことだよね。そんなのもう完全にもう市場をそうしてれば生産が勝手なことやってるだけの話でしょ、好き勝手なこと、趣味の世界でしょ、それが見えない欲望を引き出すっていうことでしょ。それはあり得るかもしれないけども、そうはなってないでしょ。日本でいうとどのぐらいの時代までが健全に最後してたっていう、僕行動成長の前までだったんですね。一度こっちずっと走りっぱなしだった、はい、同じ状態で、今は特に本当にひどいですよ、うん、もう僕は言わせれば企業人なんていないです。社会主義者社会主義労働者集団が企業の中にいるわけだよ。もう完全な、まあ、別な言い方すると吉本さんが言ったように本当に高度な社会主義体制に日本はもう完全になってると思いますね。今でもこれの反省っていうか、これは全く見えてないっていう反省って何となく出てる感じはしませんか。いや良質なところはね、うん、気づきつつある、少しずつ申請の問題もあったかもしれないですけど、あるかなっていう感じだけども、もうそこら辺っていうのは気づきたくないんだから気づくのが自分で怖いんだから、気づくのは怖いことの問題です。気づくの怖いってこと、怖いことの問題だってことですね。いや現実だ、これ今度CMLになってくるんですけど、この R の世界を見ようとしないんです。いやこれが回転しなくなったのは分かるけどさ、これはもうね、もう僕なもう、ね、本当に面白いんだけどね、内部的なホスピタリティやろうとする人間たちがみんなそこ落ち込んでいくんだよ。つい この間僕着物を基幹産業として取り戻さなきゃならないって言ったら、着物は基幹産業なんかになりませんって、もう呆れ果ててたの、僕はホスピタリティやってる人間が、ね、着物を着ない人間が人類のどこにいる、着物じゃないですよ、服を着ない人間が、この着物が要するに洋服であることね、それから着物であるということは、何もその昔に戻ってそんな着物着るってことじゃないじゃないですか、繊維から染めから織の技術から全ての技術があるわけで、そのように日本の高度な技術を先端科学技術まで含めてね、構成して日本のきちんとした基幹産業を作ろうっていう、それがホスピタリティ的な着物の産業だっていう話なのに、その内部のもっとはっきり言っちゃうけど、うちの役員がそんなこと言ってもう怒鳴りつけたけどね、もうね何ボクボクまくってる、普通だと通発しちゃうじゃないですか。だけどそうするつまりさ、象徴資本としての着物のイメージがないから出て、だって山本さんがそれを語らなければ、いやそうじゃないですよ、じゃなくて着物に対する無知もお参りでしかないでしょ、何にも知らないでしょ、で僕ですらまだ知らない、だからそれを象徴資本になるようなその美白で、いやそうじゃなくて、そこはもう文化資本としてちゃんと開発してきちんとどれだけのテクノロジーと技術があるのかってことをきちんとやっていかなきゃいけないんですよ。着物にはそれがあるってことですね、もう非常に高度なあれが含まれてるものだということですね。でしかも日本の文化の総体が、特にね、着物と和紙ですよ、出てくると、この世界はね相当な高度なものがある、で紙に関してはあまりにも自然状態だから文献的にもほとんどないんですよね。ただ技術的にはちゃんと作れてるんだ、書道、それでデザイン、つまりじゃあそういうのとコンピューターとか何かと組み合わせてデザインしてこっちまで作れれば、それは利益を生み出すようになるでしょう。だからもうその時のもう利益はもう経済利益ではないですよね。経済利益なんてほとんど必要ないですもん。環境利益なり生活者利益を作っていけばいいんで、だからその利益だ利益のところも、これはもう僕の物証からでやって、利子生み資本を要するに作る必要はない、資本を要するにある限定の中で環境的にちゃんと回転させる資本回転をさせればいいんだよね。
でそのためにはあの前も言ってるように商品中心主義だとか労働中心主義を超えていかないと、そういう経済活動をちゃんと生み出さないとそれは成り立たないというようなことです。もう大資本はもうできない状態ですかね。いや、あのしなければ潰れるだけですから、単純ですよ。ほっといても潰れますよ。だってみんな持ってるんだもん、車も冷蔵庫も。だからまたテレビをなんかまた作り変えてとか、そういう左右作るとばっかりやってるって。それでもあそこのなんだっけ、デジタルのあれに変えた時にテレビ業界どこも儲かってないですからね。みんな徹底してますね、テレビが。あんなことやったって要するにもう市場の意味を全く履き違えてるからなんですよ。テレビ装置切り替えれば売れるだろうと思ったら、でも再利用は売れないと思うんですね、これから。いや、商品の再生産ではもう成り立たない。成り立たないとね。もう今まだあれだけど、どん詰まり近くなってるってことですね。もうどん詰まり近くじゃなくて、もう完全どん詰まりです。だから売れないんです。それはそう思うね。それからあともう一つ別な言い方をすると、非常に日本の高度な技術開発がなされているのに、その要するに政府側の援助金なり支援金が完成したらお金をあげるって、こう発想。リスクを負わない、成果物として出て、それが成功して量産されたら、そこまで誰がお金資本があるのって。見ることないですよ。もうだからそれはもう資本忘れてるから、そうなっちゃう。失敗したら怒られるから。はい、だから僕聞いた話でちょっとどうも知らないけど、インテルなんて日本のあれがほとんど作り出してたって言うんですよ。でインテルがしっかり投資してくれなかったからそっち行っちゃったって。ともかく資本ということは分かってないからこういうことが起きてるんですけどね。でそれをだから 社会運用してるから、自分でリスクなり負わないで出来上がったら、成功したらお金を援助金出すって。文化資本って考えるリスクっていうのはあんまりいいんだよな。なんか生み出せばいいんだから。だからリスクっていうのは8割9割リスクなんだよね、うん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 、8割9割失敗するんであって、その8失敗があってその2割の成功が出てくるわけだから、うんうん、成功したらでもその発想が全然おかしいわけだ。そっか。その文化資本をどう作るかってすごく大きいですよね、そこのところが。その時に、どういうその着眼点でだとか、どういうふうに組み立てるかみたいなのがこうあると、実際にこう新しい動きっていうか新しい枠組みができてくると思うんですけど、それはそのなんですか、地域ですか、その自分の、まあ、僕の言い方だと場所ですね。場所、その場所とそこが持ってる最先端も含めて全部をその場所の持ってるオリジナリティとどう組み合わせるかみたいな、ね、それは世界どこでも同じことが言える。同じだと思う、うん、だってなぜかというとそこで人は人類数千年間そこで暮らしてるわけだから、そこが持ってる知恵っていうのはすごいものですよ。それをほとんどなおざりにしてる、うん、暮らしなのね、暮らしが抜けてるということをおっしゃりたいのでと同時に自然の景物との共存とかね、水との関わりだとか木との関わりだとか、そういう相対ですよ。例えばこの経済資本の町関係とか、例えば東京の下町になんかすごい中小企業、すごい中小企業たくさん集まってるとか、ね、そういうようなイメージでも、まあ、一部としても、僕がつい最近会った若い町工場って自分で掲げてますけど、今まで携帯電話の、部品作ってたの。その精密工房がもう全部携帯電話じゃない、公衆電話、公衆電話全部なくなっちゃったんで、町工場の親父さんがもう持たなかった。それで今何やってるかっていうと、気象衛星の部品作りなんですけど、気象衛星を飛ばしても宇宙のゴミでぶつかって、この NASA は10センチ以上のものは拾うんですって。10センチ以下のものは拾わないんですって、そうするとこれが秒速5キロかなんか飛ばないだから、もう気象衛星になってあっという間に壊れちゃうんです、それで何始めたかっていうと宇宙のゴミ拾い町工場で。それどうやって拾うの？
だからそれ今作ってるんですよ。どうやって何メートル飛ぶのをガクッと捉えるんでしょ。捕まえる。それは衛星であれで一緒に打ち上げてそこに宇宙空間に。でそれはまた上海の側とそれからあの提携しながらやり始めるって、お前若いやつでももう頑張ってるのがいいんだなって。それはもう なんとかしようよしようよってあれですけどね。でさらに笑っちゃうのは、打ち上げるロケットのお金がめちゃくちゃ高いの。で何使ってるかって言うと、ウクライナにあるミサイル使ったミサイルがそのまま放置した。でそこの上に核弾頭のところに乗っけるから、そのとこ気象衛星に来てミサイルであのドームがガーッて入れてボーンと打ち上げて、そこまで来てるのって。でもそれが一番安い方法です。30代の若者ですよ。もうね、もう頭下がる。何をやってるんだ大人たちは。自分を含めてない。そういうことだよ。でもそんなことできる可能性はあるんだ。そんなうちの国になんて。それ真剣にやらないと。そういうのが要するにこの文化技術と自己技術と文化資本というイメージを考えているんですね。それが今その彼一生懸命僕のモノローンを読んでます。モノローン理でいかないとこれつかめない。だって経済的に利益何もないってそういう話になっちゃう。ところはもう衛星大変大変なんだって。それが場所なり生活者のあれとつながった文化資本に膨らむ起点だということね。いろんな意味でね。それがデザインなんて象徴資本の、そうすると誰かがそこに金出すかもしれないし、そうすると誰かも金出せなくて、もうそこに投資しなきゃ次の人類ってないって、本当に。もうだから本当に賃労働経営者で社会主義労働、社会主義経営やってるから本当にできないんだよ。もう社会主義は間違いなんです。もうね、これ左翼が一番総括しなきゃいけないことなんでさ。社会主義、今の社会主義は間違いない。もういや、社会主義そのまま間違いですよ。みんなベースアップやってるじゃない、今だって。ベースアップで冷静に考えてみないよ。2000円、3000円だよ。どうそんなことやってんの。自分たちで騙し合いやってるだけじゃない。その、賃労働経営者と賃労働集団が。それで、その賃労働経営者が高級取りを取ってるだけじゃないですか。今は安倍に対するスタンドプレーだけだから国益に必要があるんじゃないか。安倍がいなくなった時には言っちゃうんだ。左翼じゃないじゃない、今のもう道徳みたいな。特定利権主義みたいな。全く組合は全部ご欲、まあ、そこによく使わせていただいてるんだから、この教室も。でも本当早く気づいてほしいですよね。だからそれも本当にマルクス読んで吉本読んで分かるはずなんだよ、僕らさ。なるほど。ちょっと分かった、この図式が。まあ、ともかくあの大事なことはその言説ディスクールっていうものがランゲージを使って構成されるときに、それはいろんな我々の日常的なその行動形態や思考形態を含めてそれを規制していくんで、そこの言説をちゃんと読み解いて解き明かしていかないとね、ならない。でその時に吉本さんの本質論を持ってきながら羅漢の、まあ、こういう理論を踏まえていくと、そこへの世界が見えてきて、でそれはまさにアカデミズム その研究ロジックになって、そんな話ではないんで、現実を現実として見ていくことですから。この要するにこの形ですね、そのあれがディスクールのあれとして結局同じ形を形態を取ってるっていう形でいいんですか。ディスクールの要素はこの不思議とこの4要素で、かなり解き明かすことができる。結局このディスクールをこっちも今もやっちゃってるってことですね。そうだ、この間10分間とも4要素っていうと、前回 その大学とか主人とかやとどう関係する感じですか。大丈夫、4要素
これ四つの同じような図式かできる。あの同じような図式としてこれ組み立てることできます。だからいわゆるあの、ま、別な言い方だとマテームっていうものがいわゆるその4要素的な形の構成から成り立ってくるっていうね。でそれはすごい単純なことで、羅漢の図式の中で見たいのは必ずこの分数、この4要素ですよね、マテームのね、図式が。で僕は今あの非分離のマテームは三点原理だっていうふうにちょっと今考えてて、でそれをだからマテームの三点原理をどうやって説明してどうやって組み立てていくのか、あるいはどういうロジックでやっていくのかっていうのを今ちょっと考えてますけども、あの非分離は三点原理なんですよ。でどうも分離の構造はどうも四点原理みたいなんですけどね。だけどリズム的には西洋の方が3拍子リズムで日本の方が4拍子リズムなんですからね。どうしてそういう変容が、そこ変容が起きちゃうのかっていうのも分離は 4ですか、含めて考えなきゃいけない。あとそれからさっきのこの創造界と現実界で、これは要するにここにその中、創造界の中の共同元素があるんで、その共同元素を明確に分けていかなきゃダメ、ちゃんと分けて分離して考えていかなきゃダメだよ、うん、共同元素というのは非常に複雑な構造を、社会、商品、国家にもここにも全部あるわけなんで、明確にこういう形のあれを考えながら考えていかないと、ただ共同元素、共同元素って言って一直体に言っても意味ないよ、はい、うん、元素ではあるけども、このあれをちゃんと分離して考えなきゃダメだと。ここで逆に言うと、羅漢とも結びつけられるわけですね。そうです。要するに吉本さんとも。いや、僕は吉本思想が世界の噴出になるためには羅漢を通過させないとならないと思いますね。ああ。これ、こういう課題では言ってませんからね。確かに。でも羅漢もこんなの考えたの1950年代ですからね。だいぶ後で。え？お先か。お題は。それから何年経ってんだよ。70年かね。はいはい。全然消化しきれてない、世界は。うん。やっぱり難しいのは、つまり分かられないよね。そう、どうか言って。これは、前振りということで、それで今日のところは不具、障害、病気のところですよね。で、ここもそうなんですけど、やっぱりちょっと吉本さんの一つの基準として、やっぱり言語的な概念がどう入ってくるかっていうことがですね、この不具、障害、病気をこう考えていく上でもやっぱり基本になっているというふうに言えると思います。で、要するに問題の最初の設定は、なんでその不具を、あるいは生まれつき不具、あるいはその交通事故等で不具になったものが、なぜそこで心身のいわゆる変容といいますか、その身体の損傷から受ける結果はどこにどう投げ返して考えたらいいのかと、これが基本的な問題設定ですね。で、要するにそこにその不具である人にその倫理的な善意で対応しても、それは相変わらずしょうがないと。でそれはもう要するに傍観者か非体験者のヤクザな傲慢な同情や神話感で、あるに過ぎない。で心情は他者の身体に同化して、利己心だけでは棚に上げてですね、誰からも触れられたくないという分裂の矛盾に
見舞われるだけだっていう言い方をしながら、ともかくなぜその身体の欠損が心的な世界にその変容を与えていくのか、そこをちょっともう少し丁寧に考えましょうというのがここでの最初の問題設定になります。12番ので、13番でそこの問題設定をもう少し突っ込んでですね、その身体の、不損というのは、その不損という概、あるいは身体の不具という概念にまつわる諸表象や価値観の曖昧さにどうも由来していると。だから実際に確実に被る生活過程で不具であることで実際に確実に被る不利益だとか差別というものがあるけれども、そこのところの基準が最初に入ってしまって不具の概念というのが要するにうまく確定できていないんじゃないかと。で、不具というものをどうもそのまま直接に社会体験で言うと、もう単純に自分が差別されてるとか、あるいは仕事がうまくできないとか結婚ができないとかっていうようなところへ行ってしまって行ってしまうですね、そういうところの間にもうちょっと不具であるということを、あるいは障害であるということを、それ自体は一体何なのかをもう少しちゃんと考えようというようなことですね。で、その時にヤスパリスのロジックを踏まえて言うことは、一つは平均的な概念と理想的な概念というものを持ってきて、そこから不具というものを測定しなければいけないけれども、この平均的な概念も理想的な概念も結局曖昧なままだと。で、それから部位の身体器官の機能の理想過程が無意識に想定されてしまって、その理想な過程というのは健全な身体の、所有者からも大なり小なりかけ離れた願望であって、実際の健全だというですね、その大多数の存在形態からもうそれが遠いものでしかないと。で、ですから要するに病気だとか障害だとか不具という概念を得るために、設定される基準、それ自体も要するに曖昧であって、でそうするとその価値観の基準をですね、どういうふうにしていったらいいんだろうかということですね。で、それが別な言い方をすると、病気と健全の間にどんな一線を引くことが可能なのかという問いとして出てきている。で、これが12、13の問題設定のところになります。それで14に行って、で、それでもう少し不具というものを見ていくと、要するに器官の劣等感、それから身体像への影響という形で、心理学者は考えていると。で、そこで身体不自由児の心理と教育という例を取り出してですね、で、そこの中で言ってることは、身体の不具が固有に与える心的世界への影響は何かっていうのは全然はっきりとつかまれていないままだと。で、どんなものであれ、その固有な心的世界の変容っていうものが起きてるはずで、その空間障害、いわゆる身体空間の直接的な拡張の不全となって現れることですね。で、例えば握るだとか持ち上げるということが不全になる状態で、あるいはその自己自身の何て言いますか、拡大、自己自身の拡大が不全を起こす、それから他の個人との関係づけが不全を起こす、それから直接の対象物に対する関係の仕方に不全が起きると。
でそういう形で見るとあのいわゆる空間障害っていう形で直接する身体空間の拡大された範囲に入ってくる対象が全て何らかの意味で障害を受けるという現象として出てくると。で例えば歩行の領域は本来は形造形成しうる範囲の空間性を意味してるんだけども、心的には手の空間障害よりもはるかに重要なものとして、その歩行の中で、歩行の不全という現象も起きてくる。でそうすると両方形成から見た4種のですね腹部というのは自己了解のまず障害としてあるんだっていうのは、これがまず最初の押さえ方ですね。で79ページの下の段ですけども、でこれは視覚的な自分の身体の欠損感と恐怖や嫌悪から始まって直接の対象への了解の不全、から歩行の空間形成への障害、そして継承形成とその了解についての歪みと、この3つのありようとして挙げています。でそうするとそれに対してですね、いわゆるそのいわゆる心理学者だとかあの心理学的な記述は欠損の部位の物理的な欠損、つまり部分が欠落していると。でそうするとそこに人工的に義足や義手をで補う、そして肢体健全者の機能に近づけるって、こういうことをやってるっていうわけですね。でところがその心身のじゃない、あの身体の不具という状態は心身相関の領域の全変容を意味してるんであって部分の問題ではないんだと。でこの変容は単に感性的な対象についてだけではなくて人間の存在そのものの変容をもたらすようなものとして作用している。で心理学はこの存在そのものの変容を全く無視しているっていうですね、そういう言い方をしています。でそこで発生してくる差別感の固定化と宗教的な諦めというのがその不具を不具者に対して向けられていくわけですけども、そういったその劣等感と代償の世界に短絡させてしまっていて、この身体の不具から起きる心身相関の全変容というものを捉えようとしてない、そこをちゃんとつかまなければいけないんだと。で それはまた同時にですね、その彼の心的な世界が不自由な主体に自閉され集中されているわけでないことは彼自身がよく知ってるのにそこへ集中しろというふうに呼びかけてくるということが起きているというふうに言っています。で、まあこれはいわゆる心身の自己了解の問題なんだけども、先ほどのあれではあれですけども他者からの呼びかけの中が基準となってですね、で当人も知ってるのにそこを要するに自分で、自己了解が正確にできなくなっていくっていうような状態になってき、てしまっていると、こういうことになります。でそしてその15番目でそのいわゆる実際の体験者不具になったですね、体験者の側からのその話なんですけども、それを見てると、身体の欠損が視覚的にどういう影響を与えるかをそれ自体として述べてるケースがあまりにもないと。でここで挙げた例では例の3だけがそうだと。でところがそこで見た時に自己了解と自己関係づけの現存性が規定としてなければならないというですね、ここのところの捉え方がどこまでなされているかというと極めて不十分と言わざるを得ないということになっています。ですから自己の身体の自己把握というものが根底になければならないわけで、
それは自己了解と自己関係づけの現存性が規定としてあるということだと。でここを考えていく上で原始というですね、手足がないのにそこにあるかのようなその原始の存在という形で現れている現象に、その何て言いますか、考えるヒントがあるということです。で、まあ、これは非常に微妙なところといいますか、非常に難しい、分かりやすいようで非常に難しいところなんですけども、その原子の状態を見ていくと、いわゆる下肢、足の方ですね、足の方の欠損部分とそれから手がなくなった部分とで原子のあり方が非常にこう違ってくるということですね。でそうすると原子の存在については2つの可能性が考えられて、1つは創造的な意識による身体形造があるということですね。 ですから欠損があるから創造力が働くことをやめないという形で、むしろ創造的な意識によって身体形造がなされていくということが一つですね。欠損してるからこそ身体形造がさらに確かになっていっちゃうと。でもう一つは自己の身体に対する自己関係づけと自己了解してとしての直接の自体知覚である、自分のそれ自体の知覚ですね。でこの場合は敷地を思考する知覚がそれ自体で欠損の損務や人工子の着脱に関わりなく身体像を作り上げている、そういうその完成的な段階にあるですね、そういう死体の欠損というものがあって、これは身体像に何の変容も与えないはずだというような言い方をしています。でそこのところもう少し具体性として確かめなきゃいけないという言い方で、そこに実在型、有利型、断端密着型ですか、痕跡型とかっていう 1,2,3,4,5 通り の原子のケースというものを見て、いくと、そこからですね分かってくることは、手の把握の空地感とか、それから欠損部位に入り込んでいる部位型は手の圧迫の空地感とかですね、そういう見方でその原子というものが現れているという言い方をしてて、ちょっとあまりちょっとはっきり してないところなんですけども、大事なポイントはともかく原子という形で現れている時の自己了解と自己関係づけの仕方ですね。でそこが原子というものを生み出している基本だということの確認をそこで、しています。で今度は逆に16番では心的世界に変容が起きたとき、身体についての関係づけと了解はどういう変容を被るかということで、体の半分が動かないとか、なんか手が体がゴムのようになっちゃってるとか、手が3本あるように腕が3本あるように感じるとかですね、むしろ逆のケースですね。でそのようなケースは一種の何て言いますか、何て言ったらいいんですかね、これ作為体験を加味せずには了解しがたいようなそういうケースだって言い方を していますけども、つまりその身体の
か、欠落部分ということに関してこの逆にこの心的な方から のあれは逆に身体に対するある種の過剰な知覚の状態といいますか、そのケースをそこで取り上げて例示したというところの域を出てないと思いますけども、その両面からこの自己了解の関係づけと、自己了解と自己関係づけですね、そのケースを欠けてるケースと、それから過剰に心的に作用するというケースから取り上げていて、そしてその17で更にですね、変容が直接的であるとともに自己対照的な世界にこれはあると、でつまり身体の不具、障害、病気は対他的であるよりも対峙的なものとして現れるよりほかないんだと、でそこをまず踏まえるべきだということがそこまでの検証から出てくると。でところが心身の相関する世界がですね、新たな層で現れて、その自己自身に属して自己自身に体験される心身の世界の変容をほとんど記述しないで、どこで記述してるかというと結婚と就職ということで記述しちゃってると。でつまり気管の劣等感と身体形状の欠損感で、それが結婚や就職に障害をもたらすというですね、そういう見方になっちゃってると。つまりそれは自分自身の自己の身体への了解ではなくて、他者と関係づけられる心身相関の世界の話なんであって、結婚という世界は一人の他者との関係の世界であるし、就職という概念は多数と関係づけられる共同の世界だと。でこうしたことで例えば結婚の中で対関係の中で相互理解の不信として現れるとすれば、それは性の世界の問題であって身体の不具の問題ではないという言い方ですね。それから共同世界での判断が入ってくるのは器具や職業への過剰な意味付けですけども、身体の生理的あるいは物理的な欠損が労働時間での仕事量に対する器具としてつながっているからであって、それは労働上の方の問題であると。でつまり結婚と就職への死体不自由者の器具や意味付けというものは特殊性があるということにはならない。それは要するに程度の問題しかなくて、この特殊性は歴史的蓄積累積としてのみ存在しているだけで、ある個体の現存性にとっては存在してないんだと。でいわば程度の問題であって決して特殊性の問題ではないというですね、こういうふうに言ってます。でつまりそこまでの世界で吉本さんが要するに一番確認していきたいことは、その自分の身体が不具であるということから起きる心的変容の問題なんですけども、その心的な変容というものが短絡的に社会の方に転化されてしまって、自己了解として自分の自分への関係づけと了解づけの話の世界が不鮮明になっちゃってる、それ曖昧になってしまってる。でそこをちゃんと見ていかなきゃいけない、その位置づけをしなければいけないんだっていうところがここでの位置づけになるわけですね。でそしてその心的世界ということで、その次に全老和のケースと、それから先天的な老和のケースですね、それから先天的な全盲者のケース、これが18と19に出てくるんですけども、片一方は全く聞こえないケースから19の方は片一方は全く見えないというケースですね、先天的に。でそこで何が起きているかということ でその問題を考えていくときに、どうしても資料的に不十分で、
いわゆる幼児の形成とそれから乳幼児の形成と未開世界のですね知覚の仕方とそこを参照にしながらそこを解き明かしていくしかないということを言ってます。でこうした時は時間を飛び越えて類比させる時の錯誤が起きるわけで、この別な言い方をすると乳幼児や未開期に存在しえなかった概念を使って強いてその心的世界を現在に引き寄せてフグの心的世界と類比させるという作業をしなければいけないと。でそこに誤差が伴うということをちゃんと自覚しながらそこをちゃんとやりましょうと、こういうことになります。でこういうところが吉本さんが自分自身にこう自戒的にしっかりしてるというところで、学者がほとんど持ってない体質ですけども、吉本流明の言説ディスクールっていうのは必ず自分自身の思考なり存在の位置づけを扶持してやるということをちゃんとわきまえてるっていうところですね。でそして先天的な老化の場合を見てるいこうと。でそうするとそのここではですね、要するに言語からなされる老化ですから聞こえないわけで喋れないわけで、どんな概念形成も本来的に言えば禁じられていると。したがって発語も禁じられているし、聴知覚聞く知覚をですね禁じられていると。つまりこの状態は何かっていうと言語を持たない人間以前の条件に置かれているというふうに、要するに類比することができるだろうと。だけど先天的な老化の世界を未開人や乳幼児への対抗として解釈するようなことをしてはならないというふうにまた自戒をしています。で要するに原始人もですね乳幼児も言語に関しては感覚に対する第一次的な接触の対象に対しては自分が働きかけることは対象から働きかけるということになるし、ところがですね老化者の場合だと自分が働きかけることは対象から働きかけることであるというそういう同意性がなくなっちゃうと。だから対象の方から働きかけることはですね自分の方も働きかけることであるという同意性の世界からも拒まれていて片道交通の世界にいると、こういうふうに言ってます。でそうすると自分と感覚との間にちぐはぐな関係しかない世界にいることになって、自分が何事かを語りかけているときは対象の方はその言葉を聞くことができないし、対象が何かを語りかけているときは自分の方はその言葉を聞くことができないと。でそこにいわゆる時間の変更版というものが入り込んじゃってて、その言語の概念形成ができない状態になっていると、こういう言い方をしています。でそうするとその老化者が体験的に述べているその天との関係、 天がですね円形の天井に貼り付けられた絵のように敷地されているという、でそれが老化の生活ということでピエール・オレロンという人が記述したものですけども、例えば月が上がるのを見ると私は月を引っ張っているのは幾人かの人間であると思ってたとかですね、雨が降るのを見た時は非常に多くの人たちが天から地上へ水を落とすのだと考えていたと。でそういう老化者の概念的な概念形成があると。でそうするとアルタイ系の民族の、未開のですねいわゆる天と地があって天が上がったり下がったりするとそこに風が吹いたりとか鳥がそこから舞ったりとかっていうような見方をしている、そういうその天が意図高きものとして先見的な崇拝と畏怖を受けている、それから天の上から下への動きが風や雨のような自然現象をもたらすというですね、でこういう考え方と非常に類似している類比している
という言い方をします。でところがそこで決定的に違うのは、ろう者の場合は天に動きを与えるのは人間になっていると。で未開社会の場合は自然の現象として起きているんですけども、ろう者は人間だというふうに考えられている。だから先天的なろう者の天の概念は人間が参加して初めて補完されるというふうになっていて、で人間の手の及ばない働きをするものだという原始末は未開の宗教的な概念とは違っているぞということを言ってます。ですから人間と関わりなく、また人間の及ばぬ外に客観するものとして未開的な世界図を考えると。でところがその先天的な老和者の場合は、それはそうした未開ではなくて現存性に向かって開かれているため、発語も知覚もいつも可能性としては存在しているというふうに設定されているということです。ですから自分以外の他者にとって天とその働きが自分と同じようにあるかどうかについては、絶えず不信として老和者には存在する。いわば他者への、聴知覚と、それから言語の通路の可能性というものは老和者の場合は設定されていて、で、まあ、いずれにしても人間が介在してそこのところが違ってるっていうことがですね。それからこの全盲者の場合なんですけども、これは対象を把握す、19番ですけども、対象を把握するのは直接的な触覚によるか、または言葉によって得られた概念像だけになると。で音を発するものは聞けるし、味覚は健全で鋭敏で、あるけれども、いわゆる触知は対象が大きければ全体の形状としては把握することができない。そうすると言葉の意味の表層だけによってしか理解できなくなって、言葉が視覚のないところで対象の全体と細部を正確な比重で伝えることは難しいんだから、どこかに協調点が置かれてですね、全盲の心的な世界は触覚と言葉の双方から特異なものとなり得る世界だというふうに言っています。ですから視覚にやってくる対象をもう触覚に転換する、でそして識出するという積極的な問題がそこにはらんでいて、でこの転換は空間性、空間稼働を縮体させることを意味している。でそこで起きる大きな特徴は、対象の全体性と局部性が転倒されて、対象の局部が拡大され強調を受けて、全体性はその背景に退くということが起きる。ですから全盲に到達する言語はただ概念像としてだけやってきて、継承としてはやってこないというですねことになります。ですから常に、具体的な言語が具体的な対象を支持することなく概念を支持するだけになると。でそうすると対象の局部的な拡大と対象の概念とが連結される敷地の世界がそこで生み出されて、でそれを要するに彫刻の全盲の彫刻の中で見ると、いわゆる球と平板と棒のですね3つの形状でもって示される形で出現してくるという実例を挙げています。そうするとこれは縄文式土偶のですね、その人体の造形と非常に類似してるっていうことですね。で特に凸凹型のところの中で目とその周辺、口の周辺というものが強調されたり、肩がないかのように首からすぐに、手が突き出されていて、5本の指のうち何本かが強調されてくるというですね、非常に触知の世界像に類似するという現象が起きると。ですから視覚的な遠近が触覚的な局部拡大の世界に転換されて表現されているという特徴と共通性を持っている。そうすると触覚は
視覚の領分に入り込んだ限りで心臓の構成力と同じ働きをして全体と局部の点突現象をもたらすと。でそうするとここのいわゆるあの原子未開に起きるですね、造形の変容っていうものはどう理解したらいいかっていうと、要するに造形的な再現が写実にまで到達していないということが第一の前提で、そうすると棒と球状と平板の組み合わせで行われるという全盲のケースと同じような形態がですね、原子または未開の造形でも起きてくる。でそこで大部分の 原因は対象である事物を視覚が受容する時の空間性空間可動を疑似了解である時間性に変えてしまうために起きる変容がなされていると。ところがこの変容には制約があって共同的、共同性の指摘な過程が集約されているというふうに考えられるということですね。でそれでは全盲の触覚の方はどうなっているかというと、そういった常念作用によって対象の形状が膨らんで強調されるんではなくて、言葉の概念像の助けを借りて触覚の世界に転換されるために起きているものだと。ですから視覚とそれから触覚とがですね相互転換されるということは、主体が対象に向かって歩幅を詰めて接近するという行動がそこに取られている。だけども全盲が視覚を触覚へ転換するためには、この歩幅を詰め接近するという実際的な行動をですね言語の概念像を借りて観念的にやってしまうと。つまり観念の手を使う。でそうすると観念の手はで触れることがなされるわけですから、この観念の手の役割を演ずるのが言葉の概念なんだっていう、こういう言い方になります。でこれは非常に特殊なことじゃなくて言語の非常に本質的なところを言ってるんだと思うんですけども、全盲の造形と原子または未開の造形とはですね局部では同じようなものとなるけれども、全体的から見るとそれほど似ていないということです。でというのは全盲ではですね生々しいある種の生命の表現がなされて、じゃなくてそうではなくてその次に出てくるんですけど、ある種の痛々しさみたいなものがですね出てくるわけですね。だから全盲では全体像は生々しく未完備だという言い方をしてますけども、縄文道具や土面ではその抽象的な生命の表現が大なり小なり取られているっていう、こういう言い方になります。で要するにそうするとそこでこの20番のところになるんですけども、重要な何か錯覚がどうもそこには隠されているというふうに 見られると、つまり不当な拡大を許容しなければならないというですね、何かもう一つ思考をちゃんと入れなきゃいけないっていうふうな言い方をしてるんですけども、ですね、その原子も未開も障害ではないから、増完備という印象を与えつつ全体的な了解の構造が 未成熟である。だけど視覚や言語の障害はその心的世界にふさわしい世界図を持っておらず不備で、了解の構造は熟しているんだと。ですから原始社会は了解の構造が未成熟だけど、全盲の場合は了解の構造が熟しているんだと。だけどそこに不完備で生々しい具象の表現の中でですね、痛ましさが感じが出てくるのはこれは一体何でなんだというところです。でこの痛ましさは人間が生存することの痛ましさを象徴していて、集約して拡大してる、して現存の人間にまで普遍化されているから痛ましさを感じるんだと。だけどかつての
多くの時代のですね、縄文式の土偶の神聖というのは多分そうであったに違いないということを我々は感じることができて、土偶や土面の単純さと力強い未開性が一種の抽象化された様式性とちょうど見合ってるからだっていうですね、そういう言い方をしています。ところが現存する老和や全盲の神聖というのはある痛ましさを感じてくるのは、要するに現代の生存そのものの痛ましさを集約してくれる存在を不具、障害、病気の心的世界に見るからだということです。ですから吉本さん的に言えば、その不具であるということでの立ち遅れは表現の利点にもなるはず、利点にもなりうるわけで、でそれなのに痛ましさを感じるのは、それは自分たちの現在の生存の痛ましさだと。でこの痛ましさを我々はしばしば心情倫理同情に置き換えようとしてですね、痛ましさは自分の生存することにまつわる痛ましさについての自己小説の反映であるという本質を持っている。私たちは自分の生存を大なり小なり痛ましさの感じで受け止めているから、不具、障害、病気に対して痛ましさの感じを喚起されるんだと、こういうことになります。でそうすると本来的な痛ましさっていうのは生存の予見の中にあって、不具、障害、病気はこの予見を偶然にか必然にか集約するということがなされてくるということですね。そしてこの痛ましさのさらにその敷地はですね、植物的な生存への病変対価として現れてくると。ですから非人間的生存である段階から非動物的生存である段階を経て、無機的存在へ連なる連鎖の最終段階まで生存が追い込まれていくということを敷地しながら感じていることで、生存の最小要件にまで生存そのものが追い込まれてしまっているということが痛ましさの本来的な意味だと。で最終の問題がここに 微弱な匂いで象徴されていて、で身体はその生理的な死に至る過程のどこかでこの生存の最小要件の状態を体験するんだということはできるだろうということです。そうすると普遍性を持っているにもかかわらず自己体験の状態としてはしかしありえないことだ。つまり痛ましさは常に他者に属している。でこの場合も身体が体験する心的な世界は伺うことのできない植物的な生存の世界という形で現れる。で状態そのものの世界を把握することなしに状態の倫理を記述することは不可能であって、状態の回復について記述することも実施することも不可能だと。人間にとって根源の問題はいつもこれと同じ矛盾をパターンとして表されるという、まあそういう形で要するに痛ましさは不具の固有の問題ではなくてこちらの生存条件の問題なんだっていうことを言っています。でこういう形で身体とそれから障害、病気、その心的世界というものの不知をですね、いわゆる社会的あるいは共同的な基準から切り離して自己の自己に対する了解と関係づけのところに、置いて、考えていくべきであるとということが吉本さんが一番そこをちょっと説明しきってるっていうところでしょうかね。ちょっとよくわかんないんですが、その全盲全老でもいいんだけれど、その時さっき例としてその天がね人間が引っ張ってる風に見える、で片っぽは2階の場合は上からなんか落っことされてるっていう、その違いはどういうちょっともうちょっとその違いは要するに、なぜそうなの、つまりここにある他者との了解の言語的了解をやっていこうという前提がそこに設定されているか、共同的なものとして阻害されたままの状態として置かれるかということの違いだ、共同的なやるっていうのは阻害されていると上から2階の場合は上から降ってくるんだよね。
ね、それは共同性が阻害されてないからですよね。いや、だから未開的な状態ではもっと言っちゃえば共同幻想的に阻害された状態として、そこに天の不可抗力の不可知な力が働いてるっていうふうに理解する。ところが全論の場合はそうではなくて、そこに人が関わっていて、うん、その人との関わりの中で言語的に了解されていくという状態が何らかの形で設定されていく可能性をそこに持ってるってこと、うんうん、阻害されていないわけね、それは。いや、阻害されてる、言語、いや、阻害されてるんですよ。だから阻害のされ方が共同幻想へ阻害されてないってだけの話。共同幻想を阻害されてないから、うん、ちょっとよろしいですか、矢野さん、あの信仰の関係なんですけどね、18と19まで入ってると思うんですが18と19っていうのはこれは方法論の問題で、言語に関するかなり大事だと思うんですね。かつ先天的な方が当選的な弁護者っていうところから言語の問題に入ると。しかも方法論的な問題でいうと、先天的な知覚障害と発言障害と、それと原始または未開の心性との差異を議論するときにそれ出してくるという文脈なんですね。したがって提案なんですけど、一旦今日は17までで止めておいて、また18、19は掘り下げていくという形で展開できないでしょうか。いいですか。いいですか。そしたら一旦17ぐらいまでということで、そうそうですね、いくつかあるんですけど、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。問題設定との関係があるので、今日もうすでにごめんなさい、12か、もう12はかなり丁寧に言われてるので、一つその山本さんが言われながら点だけを一つ出したいんですけど、12のところで前提ということで、12ページ、あ、ごめんなさい、12、73ページの下段で一番最初に、常識的なんですけどこう述べてます。人間は別に自分の意思によって生誕するのではないということで、そういう意味で責任、自分の生誕責任を持たないという、そういうような文脈を前提に置いていると。で、前提に置いた上で問いを出していると。で、問いというのは74ページの上段の第2パラグラフ、人間はこのような身体の損傷から受ける結果はどこに内科学が広いのかという問いを立てて、それに対する回答を13からやっていると。で、それでそのいくつか問いを出すんですけど、一応関連する問いで言うと、76ページの第2パラグラフで問いを出しています。どういう問いかというと、ちょっと言いますと、76ページ上段ですね、第2パラグラフ、身体の不具という概念を拡張すれば、身体の不具という概念に置き換えることができる。何が身体の不具であるのか、何が身体の病気であるのか、そして何がそれから生じる事態であるのかという問いを出して、それに対して回答するために、一応いくつかのその方法の前提を取る。で、前提は77ページで、第2パラグラフで述べている。ちょっと読みますね、長期しますけど、すみません。ところが、この身体の病気がどんな事態をもたらすのかを人間という概念まで拡大し、その影響を人間生存のための全領域にまで拡張しようとすれば、どうしても医学の境界を超えて普遍的な病気、障害、不具の概念が必要であると思われる。ということで、ここで一応明確にその普遍的な概念としての病気、障害、不具の概念構成ということを提示する。そしてその後でいくつかのその
方法論的な言えば予備作業を2つあると。一つはその後のパラグラフなんですけど、77ページの後のパラグラフを言ってますね。3度目読みます。一つには平均的な概念と理想的な概念が必要なり、この2つの概念がいずれも曖昧なことである。病気、障害、不具の概念を普遍化するには大多数の体化なく身体の機能を発揮し生活を繰り返していく存在を健全の基準に持ってこなくてはならないと。一旦ここで止めると、まず平均的な概念と理想的な概念ということで2つの概念が、まあ、必要であるということが一つですね。でここで一点問題は、じゃあ平均的なと理想的なの、これは同じように考えているのか、その区別しているのかっていう問題点が一つ。同じだよね。同じ。では次2番目、下の段でもう一つの基準を出し、前提を出していて、ちょっと読みますね。下の段の2行目、もう一つ普遍的な病気、障害、不具の概念を得るためにどうしても価値観の基準が必要となることであるということで、価値観の基準をこれ一応出すと。で、そしてそれを受ける形で次の、その14に、まあ、入っていくわけだけれども、ちょっと、いや、木場さんの、焦点が当ててるところが、実際のこう、センテンスのところに入っちゃったから、はい、それで、心理臨床っていうね、視点から、吉本さんのここが、すごいなって思うっていうことで言うと、ここからスタートしたのは、身体に欠損があるっていうところで、ここまでの身体論のところは身体に欠損がないっていう形で話があって、それで、その臨床心理学とか医学っていうことを我々やった時は思想哲学なんて大学で全然やらないんだけども、吉本さんは身体論の最初のその身体として不具がない状態のところは、ドイツの哲学者とフランスの哲学者を出して、何かっていうのは、一つは、ドイツの哲学者を、ユービス論的な身体感で見てる、ちょっとこれそういうふうに本当に言っていいのかどうか分かんないんだけど、でフランスの哲学者を関連論的な、身体論として、正常な身体に関しては彼らはここまでやってるっていうところに話をして、その後時間と関係の話で吉本さんの身体論を話して、ここからは、欠損のある身体の話になるんだけれども、この13のところで吉本さんがやってるのは、ヤスパースを何度持ってきたかっていうと、関連論から見た、身体の欠損っていうのはこういうふうに曖昧なんだっていうことをで、要は、否定するために持ってきてて、で14番で心理学の、身体の不具って話は何かというか、唯物論的な見方を心理学はしてるよね。それでまるで身体の欠損の部分のを下部構造を見てように見て、そこから上部構造として劣等感が起きてくるみたいな見方をしてるけど、とんでもねえんだ。それは了解と、関係、あるいは時間と空間ってことで見なきゃいけないって形で流れるっていう、そういう13、14の流れかなと思ってて、それで15からのところで特に、私自身がっていうことで言うと、その原子みたいな、欠損が起きた時に原子が起きるっていうのはたまたまそうでしょうとか、 たまたまそういう錯覚が起きる人もいるよねっていうことになりがちなんだけど、それで心理学の中ではそんなぐらいの扱いで、あ、原子っていう現象があるんだっていうぐらいで済むんだけど、吉本さんがここで言ってるのは、基本的にそういうことがあれば原子って起きるんだ、必然的に起きるんだみたい。それ時間 と空間の関係、あるいは、関係と了解ってことからそれは起きてくるんだっていうところが、一番肝になるところかなっていうふうに思って、それでちょっとこれ余談なんですが、その心理学の批判みたいなところは、芹沢さんを、吉本さん批判しますよね。何でしたっけ、ホスピスの話なんか、ここを読んでて、芹沢さんの批判はこのここのところが14が基本的に該当するんじゃないかなっていうような気がして読んだんですけどね。
山の原点が、うん、ちょっと飛んでる感じがする。いや、何が言いたかったかというと、つまりさ、平均的な概念とか理想的な概念とかっていうことをね、語っても、そんなものは、曖昧でわけわかんないんだっていうことを言ってると思ったの、吉本さん、十三のところで、うん、だからあんまりそこのところに、そこ何ぞやみたいな話をするよりも、関連論としての、身体欠損みたいなことはね、こんなに曖昧なものなんぞっていうのが十三の文脈かなと思って、それでちょっと木村さんが言ってるところに話をしたの。で多分そうだと言ってたんだけど、でそこはずれてるところで、うん、さっき私は平均的と理想的の区別を話をして、まあ、ライダーっていうことで言うと、うん、用語法に関する議論はあんまりしたくないので、私の用語法は疑念形になるんですけど、まあここは置いておいて、問題はその健康といういわば健全身体機関の健全な状態を想定せざるを得ないという、そこからいわば不具障害病気という普遍的な概念というのを構成をせざるを得ないという、そういうことになっているわけで、したがって根本的な問題はどうしても出てくるのは、ここでいう平均的理想的、私の用語法だと理念形なんだけども、健全という理念形というものを想定せざるを得ないと、でかつその場合に吉本をここで述べているように価値観の基準になっているので、この健全という理念形を構成、身体過程における健全という、特に人間の身体における健全という、そういった理念形を構成するためには一定の価値観の基準を持ち込むという、そういう関係になっている。そうかな、そこのところは別に、なんていうのかな、なんて言ったらいいんですか、考古学的にその風光が言ってるように、ある基準を設定しない限り差別化できないんだよ ね。だけどその基準は明確にはされないんですよ。差別性の違いを明確にするということにおいて、その差別性のところからある種の同一的な基準があるかのように作り出されるわけ ね。でこれを風光はその病気の症例症状のケースからそれがどうやって作られるかっていうケースと、それからもう一つは身体をめぐるその試験の身体訓練ね、そのケースの両方からそういう基準が生み出されていることをやるわけ。だから別な言い方すると、平均的なものが理想的であるということのロジック作りと、それから言説精査に関して西洋っていうのはものすごいものなんですよ。でこんなことで言う、そのひらっと一言で言えるような事態ではない、ね、にもかかわらず、そこに正確なものを、明快なものなんてどこにもないじゃないかっていう形で吉本さんは思想的にバサッと裁断しちゃうと、そこいいです、でそうだと思うのは、吉本さんはこう書いてるってことを言いたいんですが、77ページの下段の真ん中あたり、身体の病気障害不具を身体から見れば確かに価値の少ない状態であるとは言えるかもしれないが、人間として見た時にはそういう価値の基準は全く当てはまらない、これが吉本さんが一番言いたいことだと思う、だから、だからその理想とか平均とかっていうのはそういうふうな議論をするけど、俺から見りゃそんなに関係ねえよなっていうことを言ってんと思う。だから理念系というのは全然話が別の話だと思うよ。これはあくまでも基準となるような評価なり最低なりの基準です。要するに身体の差があると思って言ってるけど、考えてたら全く何も根拠ねえじゃない、どこでそんな根拠を作ってきてんだよと、考えると、どこにそんなものがあるんだという感じですよね。だから差があるとか、かわいそうだとかいう発想自体は全部おかしいです。そこはその通りで、それは文字通り不在の平均的理想的なものなんですよね。核の平均的なと理想を作ってるだけなんですね。用語でいけば、平均的理想的という用語を使ってるけれども、それは当然別の用語でもいいんだけど、ただ用語の問題には入りたくない
入りたくない、うん、あの私のことは違うけども入りたくない、うん、で問題があって何かというと、あの基本的にあのどういう表現を使うにした、したとしても何らかの理想的なものとか平均的なもの、なしは理想、理念系的なもの、あるいは純粋的なものっていうのを不在という形であれ構成した上で病気、障害、不具っていうのが概念的にですね、区別できるってことになる。それはないって言ってたら不在ってことを媒介してね、不在って言い方は強いよ。だからそれじゃなくて非常に曖昧にね登場してくるんだよ。だからこれ前僕言ったと思うんだけど、一回あの八王子のセミナーハウスで僕セミナー頼まれてやった時に、そこに車椅子の障害者がいたんですよ。八王子のセミナーハウスってこんなもう起伏があって階段ばっかりなの、うんね、でそのたんびにあの学生たちがその彼を抱えてやるわけ でそれを最初は非常にみんな体が膠着してるんですよ。その体のあれがね、だからある種の同情なりあれが入るわけです。でその時に僕は、お前がいるからみんなに迷惑かけてんだぞっつってさね、だけどお前がいるから迷惑かけたことになってみんな関係が良くなっちゃったよ、どうするこれって言った瞬間に全部バーッとすっ飛ぶんですよ。そういう言い方で、ね、だからそういうことのものでしかないんですよ、あのそこにある世界は。でもう彼もあの迷惑かけてごめんなって言っても、うん、本当だよなーなんて言いながら、うん、みんなもう和気あいあいと彼をそのまま同情なしにちゃんと助けるように、うんうんうん、トンと飛べるんですよね。うん、帰って帰るとそんなの大きくなってるんですよね。うん、そうですね。要するに。なるほど。だって関係よくしたのおかげでなったっちゃうもんで。だからそういうことの問題でしか僕から痩せてないのに、うん、この人体悪いからなんだかんだとかって余計な外在的要請の割り持ってくることのそこにぼんやりとある平均的なもの、理想的なもの。かわいそうという概念がそうですよね。でこれはあの学校教育なんかで言うとあのなんだっけ、暴力学生徒とかなんとか そういうものに対してそんなことやっちゃダメなんて言ってからどんどんやるんですよ。もっとうまくやれって言ったらね、うん、やんないなんだバカなこと。もっとうまくやれって誰に言うの、その暴力学生に。やり方下手くそだぞお前らっつって。かっこ悪いよ、あんなお前。かっこよくやれよ。ということで、僕でね。だから、あのこれは、この僕言ったと思うんですけどね、あの、なんだっけ、あの酔っ払いがこう絡んでる時、若いやつがその酔っ払いを電車の中でぶん殴るわけよ。うんね、それは悲惨な状態よ。みんな知らんぷりなんでしょ。僕、スカスカと言って、もう、こんなバカ老人相手にするのやめろ、お前。かっこ悪いぜって、もっとかっこよく行きゃいいね、もう。かっこ悪いぞ、お前。すっとやめるよ。でそれをこんなことしちゃダメですよ、なんてやるから、もう要するにどんどんエスカレートしていっちゃう。どんなバカを老人相手にすんなよってやればいいんですよ。だってバカだと思ってやってるの。でそういう、なんていうの、こうね、取り方を、社会的な基準を持ってくる人たちはできないんで。そしたらこの後全然関係ないところで あんたあの時のあのヒーローだねとかなんとかっていう人がいて、いや知りません僕なんて言って、え山本さんのこと、そうですね、うん、こういう感じだから目立つわけじゃん。だからあの別な言い方すると、共同規範的な基準でその追幻想なり自己幻想を否定するようなことをやると、相手はどんどんエスカレートするだけ、うん。それってさ、障害者の子供がいるとクラスが変わるとか言うじゃないですか、それと同じことですか。だからその時に迷惑かけてんだから、うん、迷惑かけてんだってことでみんな共有すればいいだけです。ちょっとですね、あの問題戻して、私は言わなかった分も補足した方がいいと思うので、うん、あの補足します。13の項目13、75ページで出している一番なしは重要な問いを一旦した上で補足したいと思うんですね。で75ページの上段13の項目の第8パーウェイはこう言ってるんですね。
腹部は身体のある部位の欠損である。この欠損は身体にも変異を与えることは確かである。だが、なぜ身体の欠損は心的な世界に変異を与えるのかという理由は検索の相関的なということで、一応問いはこうですよね。なぜ身体の欠損は心的な世界に変異を与えるのかという問いを出して、それに対する回答の文脈で私が先ほど言った13の後半部分、個人的なないしは理想的な概念と価値観の基準に関することが出てくるという文脈ですよね。したがって問いの焦点は、なぜ身体の欠損は心的な世界に変異を与えるのかといういわば、そこになるわけですよね、うん、それで13で、ね、吉本さんのその答えは14の後半で出てくるんだよね。そうですね、ちょっと今そうですね、部分だけではなくて、部分だけなくて全体に来るんだっていう形で、うん、吉本さん展開してくるんだよね。8ページの計算ですね、うん、そう、これ吉本さんの中にこれずっとこの連続ですけど、身体をどう了解するかっていう、いやだからあれじゃないか、あそこの延長点の中でこの、うん、フグの問題なんですよね。身体そのものの了解とその、関係がいろんな全ての関係とか了解の元気だってところに、まあ、非常にその何か統括的な形でこの身体了解ってあるんですよね。それがその身体としてフグの時に、そこまで今ちょっと翼さんが言ったように確かにこう心的なものまで、それについて結局は今要するに吉本さんも一つも解決されてないじゃないかということですよね、言ってるところですね、これ全く。だからそこにあるまず一つは自己自身の拡大が不全化を起こすでしょ。それから他の個人との関係づけで不全化を起こす、うん、それからもう一つは直接の対象物に対する関係での仕方で不全を起こすって形で、自己の拡大と他者との関係と対象物との関係っていう3つのところで不全が起きるんですよ。さっきのそれとあれと同じですが、つまり全老の場合、そこのさっきのあの三角形じゃないけど対象をつかめないわけですね。対象というつまり一方通行しかないわけでしょ。そうすると自分自身も捉えられない、相手も捉えられないですよね。でだからつまり言語がないという、そういう時にはもう価値基準も入っちゃってる、捉えられないっていう、だから捉えられないから、捉えられないんじゃなくて片方通行が起きてるだけだっていう、片方通行が起きてる。でもそれによって、天井のあれが違ってくるわけでしょ、うん、星がくっついてると思うか、うん、違いが出てくるわけでしょ、うん、だからのどうなのいいじゃん、それは。それは天井壁が張り付いてりゃいいじゃない、別に天井が科学的な判断で客観化される必要もないじゃない、そこはもう価値観が入っちゃってるから、そうなんです。だからそういう価値観を入れるなって吉野さん言ってる、ね、それはいいけどさ、それ客観的に理解することが正しくていいことだみたいな基準がもう入っちゃってるんですよ、ついてくる。別にそんな見える必要もないじゃない、張り付いて言う、いやこれ言葉があると張り付いて見えなくて、言葉がやり取りの中でできないと張り付いて見えちゃうということでしょ。どっちだっていいじゃないですか。それどっちでもいいわけ。いやここでどっちがどうっていう話じゃないわけ。まあ、了解と関係づけがおかしくなるっていう点では、それは言ってると思うんですよね。それは関係づけ自体がおかしいっていうか、要するに。そういう形になるということを言って、未開人と全老者の違いだよ、うん、だから単純に言えば未開者は共同幻想を設定してる、老全老者は対関係を設定してるだけの話、対関係を設定してる、対関係の交流交通を前提にしていく、了解、うんうん、関係系にやっぱりそういう形で出てくるということを間違いないと思うんですよね、身体の服とかそういうのがあればそういう関係が出てくることは確かに、うんうんうん、
間違いとかいいとかって言われて出てくるってことだ。関係は作れないわけだ。いや、作ろうが作る前からな、どうだっていいよ。いや、だから作れないや、だどうして知能の違いが出てくるかっていう話。だからともかく言ってることはすごくこうシンプルなことしか言ってなくて、その不具だとか病気だとか障害というのは自己了解のと自己関係づけの次元の話でしかないんだぞっていうことで、それを外在的な別な基準の価値観だとか判断基準でもって、あるいはその心的な同情だとかそういうものを持って、まあ測定するなっていうこと言ってるんです。結婚ができないとか、賞金もなんだとか、そういう外在的なことで何の解決もならないんじゃないかと。山本さん言ったところはどっかというと、83ページの上段の最初のパラグラフの3度目からです、うんうん、読みますね。83ページの上段、前から3度目。この場合に媒介的に自己の身体の自己把握が根底なければならない、なければならない。言い換えれば、自己了解と自己完結化の現存性が規定としなければならないはずだということですよね。なのに当事者たちさえそれをしてない、ね、だからむしろ当事者たちは逆な言い方をすれば、そこをちゃんと自分たちでもっと明確にしていくべきだということです、うん、それはあり、うん、当事者が書いたものないですね。なのに結婚だ就職だなんてそっちの話引っかけちゃって、就職ができない、結婚ができない、自分たちもそっちの方が問題だと思っちゃう。でも世の中はさ、多数派によって成り立ってるから思っちゃうんじゃないの。だからそういうふうに聞かれちゃうだけじゃん。いや、それはだから本来の設定の問題じゃないってこと、それは90ページの後ろから、3行目の、まあそこがもし問題があるとしたら、歴史的に累積って、これ偏見とかっていうことも含めてだろうと思うんだけど、程度問題なんだって、本当は程度問題なのに、そこがなんか強調されるっていうのは、歴史的な累積が操作してるんだろう。うん、健全者だって就職で行くんだよ、うん、結婚で行くんだよ、いつかそういう時代来るのに、うん、痛いのに来るんだ、歴史的累積ね、うん、あの人はなってる、まあ、そりゃそうだよ、あの人はなってるけど私はならないと思ってるからそこら辺で全部見ておきたい。今読んだ方がいいんじゃないの。え90ページの上段の後ろが読んだ方がいいんじゃない。少し前のところから行きましょうか。ここで多分結婚と就職への死体不自由者の危惧や意味付けは死体健全者と違った特殊性があるという意義が当然起こりうるだろう。それを肯定しても良いような気がするが、厳密に言えばこの特殊性は歴史的累積としてのみ存在するもので、ある個体の現存性にとっては存在しない。言い換えれば、彼の結婚や就職に対する危惧や不安は死体健全者の誰もが持つ結婚や就職や生活を持続することに対する危惧や不安と少しも質的には違わない。うん、社会科学論者としては、そこで規制されてくる社会的諸関係の規制性の転倒とっていう批判の問題になってくるんですけど、社会科学者はね、転倒の問題って、そっちが転倒してる頃が問題だ、その程度のところに現れてくる規制性の根本は、社会科学の僕の論理から言うと、その単なる転倒なんて程度の話じゃないよ、もっと根深いよっていうふうになる、うん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 、根深いっていうのはどうない、もう制度の物証から、商品の物証からでも、そういう複雑な構成があって、そこでの差別だとか、特殊化がなされていっちゃうっていうロジックになります、うんうん、そこら辺が吉本さんと僕はいつもこうずれると、うんうんうん、ここで、でも私カウンセラーとしてね、分かるのは、なんだろう、カウンセリングで、相手を直してやろうみたいなやつは絶対ダメだ、ダメです、全然ダメ、役に立たない。やっぱり自分も料理ある、同じだよ、メンタルな料理ってみんなある、うんうん、みんなって程度問題だと思ってたら、うん、そこでしかね、心は開かないね、精神障害も同じだよ、そうそうそう、私はあなたと私は違うってやつから言ったら、うん、しゃべりたくなりますね、だって上から目線でさ直してやるみたいな
観察してるんだよ。あなたとじゃ違いますよと、うん、そんなこと言ったら全然ね出発点から間違えた。ただ終わる病気が向こうの病気がうつって収拾つかなくなるとかどうするんですか。転移転移転移だからそれはあの精神分析のトランスファーっていう、うん、ああ転移する転移するまあ、それ近いところまでやらないと治らないでしょ。逆に言うと治らないっていうかどうせ治らないことないんだから近寄らない方がいいだし近寄らない方がいい近寄らない方がいい。別に言わせると精神分析者の一つこんなこと言ったらまたあれですけど変なの多いもんね。病気になっちゃった人精神分析者の方がね。精神分析者も本当にすごいなと思う人ともうなんかわけのわからない理屈ばっかり言ってて全然全然この人は絶対あの、なんだろう、患者を見舞い、つまり、私、ラカンに対してね、ラカン読んでないのに偏見あるのは、斎藤珠緒って言うでしょ。バカですよ、ね。あれ、全然ダメだと思うよ。あ彼は絶対目の前で。ウルトラ級のバカですよ。うん、クライアントを目の前にして、絶対治せてないと思う。僕はもう絶対あれダメだと思う。ヤンキー化してるとか言ってるとか、まあ、本当にさ、テレビ見てくれる。思想のヤンキーだ。森山君さんなのでいや、そこはその場合基準をだから実際直したか直さないかってところに置いちゃうと、うん、それでだから羅漢がどこのこのって評価になってしまうと全然あ、それだとまあもちろんずれちゃうんじゃないですか。だから結局例えば吉本さん読んで自殺するやつが結構いるみたいな話があったじゃないですか、うん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 、だから吉本さん読めば治るとか治らないの話だ、うんうん、だから今のところでは別に羅漢が大したことないことを言おうと思って言ったんじゃなくて羅漢だと言いながらも斎藤智みたいなとんでもないやつもいるっていう丸くしすぎちゃっていやだからそのとんでもないかとんでもなくないかの基準が相手を治せてるか治せてないかってことなんですよ。何が治した状態なわけ、でも僕から言わせると斎藤よりも蓮見の方がもっとバカですよ。蓮見はまあまあ蓮見ってそこは僕からするとやっぱり弱い。僕むしろ蓮見の方を叩くべきですよ。あこの両方叩くんだったら蓮見の方をもっと叩くべき。蓮見って代表者だから代表者もうあのなんていうのかなあの東大大学の教師たちは東大の教師だっていうだけで批判できないんですよ。ねみんなもうあの本当にそうなんだけども丸山がそうなって東大の教師じゃなきゃなんだ誰も相手にしない、うん、ひどいもんですあの分析なんでそんなことをもうその後の日本思想界の連中はみんな超えてんのにまだ丸山がそうみたいなね、うんだからもう、なんていうのかな、斎藤なんか叩いててしょうがないんで、むしろ蓮見を叩くべきです、ね。まあ、でも近い場所にいますからね。俺、そうなっちゃうでしょ。うんうん、そこはもうね、限界。うんあとま、結局だからあのなあの、直す直さないの問題じゃないならば、うんうん、そもそも、うんその臨床ってとかカウンセリングが何の問題なのかって話になって、うんうんうん、それはだから、うんあの初めに持ち出してくる基準点になりうる以前の問題みたいなのがもうなんか前提としてそのカウンセリングがあって治る治らないって基準が出てきちゃうっていうからそういうそれが出てくるのでそれ以前に治る治らないってものがないならないっていうかはっきりしないならばそれをだから前提にして出してくることが。どういう意味を持つのかっていう、うんうん、ちょっと治る治らないみたいな言い方をしたのがちょっとまずだったと思うんだけど、やっぱりラポールだと思うね。で、まあ吉本さんの言葉では追幻想なんだけど、1対1の人間関係の中でお互いの何だろう、心が開いて大河がどんどん流れるみたいな流れがあると、お互いにそこで違う世界が出てくるんだけど、それさっき言おうとしたのは斎藤珠緒は、治る治らないっていうよりもそういう交流を やれてないだろうと思うのね。それはまあ、本を読んでしかわからないことなんだけどこいつ絶対やれてないわって思う感じ。でもそれその根拠っていうか分かりやすく言うとどういうことなんだろう。まあ一つは上から目線だよね、上から、患者を上から見ててつまりラポールっていうのは、一人の心と心が、開き合うっていうことなんだけどこれは彼なんか先生と呼ばせてるっていうかね、うん、先生と呼ばせることをなんか当たり前みたいに思っててそんなところで本当の心なんか開けないだろうなと思うし自分は病気じゃないと思ってんじゃないの斎藤さんは
自分は僕には分からない。そこは分からないけど、あの、まあ、少なくとも私が思う、臨床のカウンセラーでやっぱり進めてるっていうのは、どっと一瞬の間に、1回目のところで、お互いがすごい近い関係になれるっていう、それがまずベースだと思うよね。うん、それがないと。それが通じたときに、それは、うん、要するに関係が作れたっていう話で、それが心の安定になるわけだよね。うんうん、それはね、もっと言うと、母子関係なんだよね。つまり生まれてきた赤ちゃんが、うん、赤ちゃんは、子としてあるっていうよりも母親との関係でリズムをやり取りするじゃない、情動調律っていうんだけど、赤ちゃんはあやして笑って、そのリズムの中で赤ちゃんはだんだんあの、成長していくんだけど、そこで母親が、般若のような顔をしてね、お乳を与えてたり、お乳を人の前では怪してるようだけど本当は、関心もないみたいなことをしてるとね、赤ちゃんはやっぱり関係性の障害を持っていくと思う、はいはい、まあ、これも議論がいっぱいあって そんなことは、実証できてないっていう人もいるけど、それを、カウンセリングの世界でも同じで、その2人の関係があるリズムで、動き始めると、すごくいい関係になっていくっていうのは言えると思う、そうすると、その人と別な人にその人次会うよね、その、いわゆる感覚患者の人はね、別の人でそこから帰ってくるでしょ、その時にもある種の関係の安定性を一度体験していくと、他の人ともそういう関係が持てるようになるということ、そこはものすごく難しくて、つまり、やっぱり特定の他者、で、つまり誰かが、日々誰かが対話に行けばいいだろうっていう問題じゃなくて、特定の人間と特定の人間の間で通言層っていうのが、あってラポールっていうのが、取られて、それで、いい関係だったら、乳児のことも思い出してほしいんだけど、赤ちゃんは、母親といい関係だったら、母親がいなくても心の中に母親はインナーマザーがいるよね。で、大人になったら1年に1回あの家に帰るぐらいしか母親に会わないけれども、心の中にいい母親像があって、その人から信頼されてると思ってたら、対人関係は安定するんだけども、母親が支配的でいつもあんたはもっと頑張りなさいみたいなことを言ってると母親って会ってなくてもインナーマザーが、お前はダメだって言い始める、そういう関係やね、それはインナーマザーっていうか、なんかしらそういうものをその人間が獲得できればいいっていうことね、そこの中でインナーにあるものが、安心とか安全感を持てるよね、ものになってくるといいっていう、内的コミュニケーションですね。でもそういうことはさ、子供の時にそうやってそのリズムの中で育った時はそういうの持ちやすいけど、一度こうねじくれたりなんかになって育ってる人間がね、カウンセラーのとこ来てさ、一回うまくいったからって、インナーなんとかなんて形成されねえだろうっていう。それで面白い話があって、いいですかね、この話で、ちょっとネットで後で見てほしいんですか、オープンダイアログっていう動画、あのフィンランドで、最近話になってて、オープンダイアログっていうので調べてもらうと分かるんだけど、フィンランドのある、小さな町で、どんなことをやり始めたかっていうと、統合失調症が発症したらね、そこに、その家にね、医者とか看護婦がね、発症するや否やね、毎日通う、そしたら、そのフィンランドのその町では限りなくねゼロに発症率が、それで薬も使わなくてもねいい、で本当じゃあそれちょっと見てみて、それでそれをね取材したのはアメリカ人が取材して作って、今 DVD も出たんだけど、それが今話題になってて、臨床の世界でも、今まで薬だみたいなやってたけれども、関係性の世界の中でねやっててこんなことが出てくるって何なんだろうっていうことが出てきて、それまた腹が立つのが、斎藤珠緒はそういうところだけちょっと格好出てきて、人薬ですよとかさ、もういい格好するんだけど、人の薬だって、いやそれはそれでいいんだけどさ、あいつが言うかよっていう感じで言ってくるんだけど、でも本当にそういう関係があって、それでそのオープンダイアログの凄さって何かっていうと、家族の中にその医者だとか看護なんかバッと言ってね、やって何をやってるかっていうと、個人幻想と対幻想と共同幻想ね、それがもうずっと近い関係になるとね、人が安定するってことだと思うんだけど、
え、それ日本語の DVD があるの？日本語日本語の曲も売ってる。あ、そう、うん、オープンダイアログっていうのというタイトル、うん、ちょっと聞きたいんです。あの、だけど北海道に東北視聴所の人ばっかり集まってる。見てるとすごくなんかみんないい顔してるじゃないですか。みんな、あの、まあ確かに病気なんだけど、うん、あれはどんな形で集団の集団のずっとみんな住んでて、うん、やっぱりみんなの関係でも同じようなと、同じことみんな同じだからっていうのは前提的に同じ仲間っていう感じの意識が普通持てると思う。安心安心安全感があるんですよ。うん、その脳神経の錯誤っていう話では関係ないわ、ね、あれは嘘だね。いやいや、脳神経のそういうセロトニンだとか、うん、長い人がそういう言葉を使うから、病理が発症したら、セロトニンがとかドーパミンにも影響を与えるけれども、はいはいはい、そのドーパミンが、精神分裂病の本体だみたいなね、議論は全く転倒だと思います。ああ、もちろん、そう、だけど、それで、結果、そうそうそう。でも、それでドーパミンとか、なんか、それを、うん、ほ、あの、補給することによって、安定させられてるでしょ。安定するんだけど、うん、最近、またそれが問題になり始めたのは、うん、うつ病患者には、セロトニンが欠乏するからっていうことで、SSRI っていう薬を飲ませてたんだけど、うんうんうん、脳の中、脳って、その、変化に対応する力があって、その、セロトニン受容体っていうものがね、薬を飲んでるとバッと増えるんだって、うんうん、でそれがいいのかって話になってくる。物理的に変わってくるっていう話で、それがいいのかって今話が、今議論になってあげなくなっちゃったら腰がまた戻っちゃう。でもそれ、まあ、あれは全く違うなと思うな。薬、そうか、薬でなんか病気が出るっていう発想自体がもう全然、やっぱり関係があると治るっていうさ、なんか昔の反精神学みたいな感じもね、みんなやめて関係変えればいいんだみたいなあったじゃん。まあ、基本的に関係性ってやっぱりめちゃくちゃ大事だと思う。山下さんですかね、うん、先ほどのですね、あの平均と理想的なというのと、自己関係、自己了解付けとの関係をですね、あの文献を示して、提示してみたいんですけども、あの一応17枚ということで、16のところで、述べている部分、16、ページで言うと86から87ですけど、でここで一応読んで、87ページの最後の部分、原始、なし幻覚に関する部分を読んで、自己関係付けと自己浄化付けに言及して、そして、平均的なものと理想の議論が入っていくというしたいんですけどね。ちょっと読んでみます。これらの幻覚が、何ページ？あ、87ページ。87。上段の一番最後。あ、ところでかい。ところでこれらの幻覚は、頭頂葉の基質的な欠損や視床皮質の欠損の場合に現れるという記述からは、これらの幻覚があれば脳の局所に基質的な欠陥があることを一義的にしていけないことは申すまでもないということですから、これは、まあ、当然ですけど一応整理するところですよね。まず脳の基質的な欠損があれば幻覚なし幻視は現実するが、幻視幻覚があるといってもそれは特定の脳の基質的欠損に一義が否定できないという感じですよね。そうすると問題になるのは一つの点で、原始幻覚ってのはどういう場合に現れるのかということですよね。そうするとここに対する回答はどこで言ってるかというと、問いと回答の部分で言うと、問いは16ページ、あ、ごめんなさい、86ページの上段の16の最初で言ってますよね。問いはちょっと言いますでは逆に、身体の世界に変容があるとき、身体についての自己関係付けや自己了解で変容があるかどうかと言って、当然これは回答としてはイエスで、身体の世界に変容があるという場合、身体についての自己了解付けや、あ、ごめんなさい、自己関係付けや自己了解変容付けを受け。で、それを補強するだけ17の一番最初のパラグラフで、こう言ってるんですよね。読みます。身体の不具、障害、病気が心身の世界に与えるものが自己関係と自己了解における変容だとすれば、この場合の変容は直接的であるともに自己対象的である世界ということができる。ここでは身体の不具、障害、病気は対的であるよりも対的なものとして現れるほかないと
述べてるわけですから、ここまで限定すると原子の話は幻覚から現れるのは心的世界が変容していて、自己関係付けと自己了解付けが変容を受けた場合に現れるということですよね。とすると、そうするといわば従前なないしは適切な自己関係付けと自己了解付けがあるということですよね。そう考えなきゃいけないと。でとすると、そこはどこに霊障で異なっているかというと、吉本はこうですよね。79ページの下段で述べている部分、夫婦の障害病気に関して述べている部分で、自己関係付けと自己了解付けとの文脈の中である一定の不全さを述べてますよね。ちょっと言いますね。79ページの下の段の、前から4度目、だから直接する身体空間の拡大された範囲に入ってくる対象は全て何らかの意味で障害を受けることになる。それは例えば自己自身の拡大の不全、他の個人との関係付けの不全、その他の直接の対象物に対する関係の仕方の不全などとなって現れる、書いてるわけですから。とすると、ここに一応また着目するとどうなるかというと、原子なしは幻覚が現れるのは心的世界が変容していて、かつ自己関係から自己了解付けが変容していると。それはどういう仕方かというと、いわば不全であって、どういう不全かというと自己自身の拡大を関する不全、あるいは他の個人との関係付けの不全、あるいは他の直接の対象物に対する関係の仕方の不全などがあるということは、その不全というのは自己関係付けと自己了解付けとは適切に関係付けられていないという意味での不全であるというふうに言えますよね。今言ったのは、自己関係付けの方、了解付けはその後に出てきて、その79ページの後ろから、8行目から了解付けのあれが出てきて、了解形成から見た、獅子の腹部はまずはじめに自己了解の障害である。これは視覚的な自分の身体の欠損感と恐怖や嫌悪から始まり、直接の対象への了解の不全、歩行の空間形成への障害、そして形成とその了解についての歪みとなってある。つまり最初の方で空間の話をして、後で時間の話をする、ということです。分かりました。死体の原子の問題も同じですよ、この子によってね。了解できない。別な言い方すると、自己了解関係付けでこれが正常でこれは正しいとか、そんなもんないってことだよ。ただある適切な仕方があるってことですよ。うまくいった時がある、うまくいくって言い方ができて、うまく何がうまくいってるか分からない。いや、そこはもう僕は思想やりるの分かり目になるのかもしれないけど、物事ってのは絶対的に存在してないんですよ。絶対的に知り得ないんで、絶対的に完全なんてありえないんです。そこを僕は明らかにした構造主義の成果であって、うん、でそれは近代的な尺度で言うと、ここが正しくてこれがその客観的でとかさ、そういう尺度を持つと、それは近代的言説の世界が作り出したものでしかないです。だから先ほどの話なんかでも、僕なんかはそれだけのプラスが出れば、それだけにはマイナスが必ず出てくる、ね、そこはちゃんと自戒していかないと。なんかそこは知り得るなんてことはさ、そうね、そうでしょうね、そこはその無常幻想であるってことですよね、知り得ることがね。誰も見た通りいい了解の仕方がないことですよね。でもさっきの話で言えばさ、オープンダイアラムで言えばね、そこのが非常にそのリズムじゃない、そういうのが関係ができていれば、そういう幻聴とか幻想とかさ、そういうものも出てこないっていうことになるよね。そうやって理解していいわけ。最初は出てくるんだけど、今その病理で、またややこしい話なんだけど、その判断基準がまたこれ正しいとか正しくないみたいな議論になっちゃうんだけど、幻聴とか幻覚っていうのは6ヶ月続いたら精神分裂病っていう規定があって、その前にそうやって人が集まって、そこで一つの共同体を作って、そこでみんなと親和的な関係を作ると、それまでに終わるってこと。幻聴幻覚が止まるってことで、もう限りなくゼロに
その、そこはなったっていう。幻聴や幻覚を共有していくとかないんですか。逆に共同最初あるんじゃないですか。幻聴とか幻覚がみんな出るって。だから幻聴、そのなんだろうね、そこにいい悪いって判断はしないよね、うん、まず、うん、まず幻聴が出てるからダメだとかは全然言わないし、うん、つまりそれはカウンセリングの場で警察から追われるとかって何とかって言い始めて、うんうんうん、迫害妄想で警察から追われるっていう話が出た時に、我々カウンセラーがどういうふうに答えたっていうと、それはじゃあ、警察官のトップに任せて、うんうん、今日はゆっくり寝ましょうとかね、そういう話なんです、うんうんうん、そのことをその子に触れない、うんうん、いや、そのさっき言ったさ、自己関係づけとか自己了解とかね、うんうん、そういうのがうまくいかないっていう話と、うんうん、そのオープンダイアラグの話とさ、うんうん、どうつながるのかなと思って、吉本さんのその自己関係了解、例えばね、摂食障害出て体重35キロ減っても、まだまだ痩せたいとかと思う人はやっぱり自己関係づけがおかしいんだと思う。だから、そこではカウンセリングに入って、生理が止まってるのを、直すっていうか、そういう方向でやり取りはしますよね。ただその彼女にとってそういう関係づけがおかしいっていうことはね、何かを担保してる、そういう疾病を出すことで何かが防衛できてるとか、うんうん、調和取ってるっていうことをさっき言われたなと思うんだけど、統合失調症はやっぱりあれですよ、自己了解と自己関係づけ のやっぱり了解おかしくなってることは間違いないですよ、でそれをさっきの、オープンダイアログ的な形で、そこでつまり体内インナーマザーじゃなくて、そのリズムを獲得すれば、この自己関係づけがうまくなるっていう話、逆に言うと、そこで、統合失調症を発症したっていうのは、そこの共同元素って言っていいかな、そこの中で不安とかを感じてた人が、環境として、その不安に対する対処の仕方として、その人は、統合失調症という病理で対応してたわけですよね。ただその環境を整えてあげれば、その病理を出さなくても済む、という形である意味で治る、ちょっと自己関係づけが、了解と吉本さんのそういうのがそうでなくなるということになるわけね。そういう、水ぶっかけるだけどね、僕は非常に無能な人間との接触の仕方が下手なんだよ、アホバカでもう終わっちゃうんですよ、ね、それは水の神様の欠落なんだ。水の神様の、だから生まれた故郷の水の神様の守護がそこでなくなってるから、水の神様の守護を持ってくればいいんですよと。早く水の神様に挨拶にしてらっしゃいって、僕はそれで多分解決できると思うんですよ。またすごいことつまり僕から言わせると、要するにその近代的な形でのそういうその患者だとかそういうものも分離して設定してやってること自体にもう幻想技術が喪失してるからだよね。もうそっちの問題の方が僕全然根源的だ。だから社会の問題よりももっと根源的だ。でこの問題をいわゆる宗教性だとか信仰性だとかっていう問題じゃなくて、本当に僕はもう幻想の技術としてね、ちゃんと指摘していかないと、もうこれやばいぜっていうふうに僕は思います。だけど我々なりカウンセリングなりそういう状況っていうのはやっぱそういう近代ちょっと山本さんから近代主義者って言われてもちょっといいかなと思って、あとゆるキャラで治るやつは言えるかもしれないけど、やっぱりそういう中で生きててさ、そこの中からそのなんとかの水の神様に接近していかなきゃならないんで、パッとさ水の神様に挨拶してこいって言われても、お母さんと一緒なんじゃん、水の神は。いや、だからそれはやっぱり単なる水の神様いっぱいじゃなくて、自分の生まれた場所の神様、
だからお母さんとか、うん、だからだけどそういう意味で近代に僕も彼もじゃどうか知らないけど、もう出たいその中で生きてるわけでしょ。その時にだから間違いない、うん、間違いないけどだから挨拶行ってこいって言ったってさ、何言ってんの。それはなんで飯食ってるってことは関係してないんですか。教師であるとか臨床心理士だって役割があって制度があるわけだから、うん、その共同元素があるわけだから、うん、それを確保しなければ利益にならないわけだから。舞台から離れちゃったから。舞台から離れちゃったから。まずは水の神様行って統合失調症が治るのかよってやっぱ思ってる。あのね、いや僕は治ると思います。統合失調症の人ってやっぱり不安なんですよ。自分がなんか自分がおかしいっていうのは分かってるんですよ。でおかしいけども何がおかしいか自分であの掴みきれてない。ちょっとそういうところに一緒にいると私はおかしいかもしれないけど。同じような人だっていうふうに思えることはすごく安心を与えるんですよ。あの戦々恐々としてるんですよ統合失調の人どっかで、うんうん、おかしいっていうのは、うんうんうん、だって変なとこやっちこっちぶつかるんですから。自分とぶつかるは他の人からなんか変な顔されたりいろんなところで不安になってるわけです、うんうんうん、それが収まってくるわけです。まず収まってこないとあのさっきのあの幻聴とかあれがさっき言ったけどあるところまで来たら戻ってこれなくなる人が出てくるんですよ、うんうんうん、それが統合失調症の一番危険なところなんで戻ってこれる段階のところに何しろまず来てもらうのが一番大事なの、うんうん、だちょっとぐらい出たって構わないと幻聴とか何も出たって、うんうん、ちょっとはそれが戻ってきてだんだん少なくなってきたね出なくなったねってなってきたら寛解治るんじゃないから寛解なんですよあれは、うんうん、寛解っつってまた出るかもしれない、うんうん、とりあえず落ち着いたっていう、うんうん、それで十分なんですよ。みたいなのも十分な復活してくるっていうことでしょ、うんうん、でそれは自己了解が、うん、そうですだからそれが良くなったのじゃなくて、まあ、良くなったのじゃなくて、その今、ね、いいとこ考えてもしょうがないんで。カウンセラーよりも美子さんの方が忙しい。こうやってやって、ね、ほっとすると安心するところが治るわけだ。安心するから治るってだから。だから要するにそれはやっぱり幻想技術の中で神だとか玉みたいなバランスの状態がどっかでちゃんと均衡取れるんだよ。我慢なくなればいいんだ。それはもうだって本当にね、今僕痛感してるのは言葉ってやっぱりね上から降りてくるものなんですよ、うんうん、で日本人ってそれをちゃんと幻想技術の中でキャッチできたんだよ、うんうんうん、それは近代的な言語編成になっていった時にそのキャッチができなくなっちゃってるんだよ、うん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 、その場合信頼すべき巫女さんどうやって見つけるの。ヤモさんの紹介もらわなきゃダメだったらヤモさんの紹介にヤモさんの紹介教えないいや本当に見つかってたけど昔のイタコとかねそんなそういうきっとそうですよ。だからあれもあれやると安心するんですよ。精神元気聞いたらね沖縄のイタコだっけ。沖縄元気あれはあれもそうですよ。口寄せの肝臓失調症の人が多いんだって。ああ。もうそうしたら病気なんだよ。だから病気だから病気治せんだね。病気じゃないっていうのも信じられないんだよ。ちょっとずつあるんじゃないかと思ったそんな必要だと思ってるのが怖いし、はい、ということで、でもさ、自己了解がうまくいかないと統合失調症っていうふうに理解していいわけ。いや、そうです。いきなりそうなるんですよ。それはならないですよ。そもそも統合失調症って概念自体が普通の人だっておかしいと思ってるじゃないですか。そういう形で理解していいんですよ。ちょっと自分にしてるじゃないですか。今のところは、特に今やってることは身体に関することで、自己了解、いや若干ずれちゃった話ですよ。ずれてずれて、うん、病理についてどうだっていう話でやってるわけじゃないから、ね、統合失調の人はやっぱり自分でも気づかないと分かんない。先にあって一緒にして考えて、はい、ずれ方は話しないちょっと改めてまた後輩です。では90ページの下段17まで終わったということで、はいはいはい、どうもありがとうございました。で来月ないんじゃね。来月は2月です。5月になる。はい、5月から行う。またやるんです。ぜひぜひ。これを完璧に読む。早く終わりましょう。というとで。あとこれは完全に中継所の関係の。ツイートの。うん。これ、さっきのね。これね。文化人とか。いや、だからうつ病だってあれ、結局、業界とかあれがおかしいってことなんですよね。うつ病だとそんな感じで。ルイアモ・モリスとかいるじゃないですか。うつ病出てくるから。はいはい。関係あるって結局、自己了解と。ルイアモ・モリスだって文化人とか。書いた。わかるみたいな。書いた。書いた。話を聞き自己了解の関係づけがおかしいぐらいから現象とか幻想とかさあのものを生み出す現象になると
考えていいわけだよね。だからありますけど、すみさんが文化資産のとこまでやらない人でも自己流化したらおかしい。ちょっともちろんだけど、逆に言えばそれがある、あるました。あれを越えた時に、つまりさっきおっしゃった向こう側に行っちゃう。